皆様、本日は猛暑の中お運びいただきどうもありがとうございます。これより公開シンポジウム「世界はレイシズムとどう向き合ってきたか地域研究とジャーナリズムの現場から」を開会いたします。本日シンポジウムの進行を担当いたします京都外国語大学京都ラテンアメリカ研究所の立岩玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。このシンポジウムの内容は記録し、報告書を作成いたします。どうかその旨ご了承ください。また記録や撮影はあらかじめ許可されたものが行っております。許可のない方による撮影や記録はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。また皆様のお手元にはピンク色の質問票をお配りしています。何か、パネリストに、質問などある方は、そちらの方にご記入いただきまして第1部終了時の休憩時間に回収いたします。それでは開会に伴いまして本シンポジウムの趣旨を京都大学地域研究統合情報センター准教授山本博之さんより説明していただきます。本日は大変暑い中このシンポジウムにお集まりくださいまして誠にありがとうございます。今からこのシンポジウムの趣旨を少しお話しさせていただきます。民族差別や排外主義を扇動するヘイト源氏がネット空間にあふれ憎悪とデマの拡散を目的としたデマや演説がしばしば行われるようになっています。人々が傷つき憎しみ合いむき出しの暴力が飛び交うことにならないか日本社会の将来を多くの人が心配し始めています。その懸念は国外にも及んでいてちょうどおととい国連の人権委員会が日本政府に対してヘイトスピーチなどの禁止を求める改善勧告を出したということは報道などの皆さんご存知かと思います。さてレイシズムやヘイト行動は世界の多くの場所で人と人がいさかい争う原因となってきました。それは時に隣人同士が暴力を応酬し合い大勢の人々の命が失われる悲劇を招いてきました。しかしその一方で殺し合いや虐殺が発生した地域では対立を和らげ憎悪が発生し増幅していった原因を探ることでその再発を防ごうとする努力もなされています。このシンポジウムでは世界各地で起こった人種、民族や宗教、宗派の違いによる対立や葛藤そしてその克服の事例を持ち寄って皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。このように日本でもくすぶり始めたレイシズムに対して私たちは世界の経験から何を学ぶことができるのか。世界各地の現場に密着して研究調査研究を行うという地域研究というのを私たちは専門にしていますが地域研究に携わる国内の大学、学会、研究所、NPO など96の組織が集まる地域研究コンソーシアムという組織があります。この地域研究コンソーシアムでは同じように世界各地で現場に密着して取材や調査を行ってきたという共通点を持つジャーナリストの方々と立場や方法の違いを超えてこの課題に取り組む必要があると考えて昨年12月からこれまでに6回の会合を重ねてきました。今日のシンポジウムはそのまとめの1回目ということなんですがこのように地域研究者とジャーナリストが手を組んで行うこのシンポジウムでは次の2つの問いのことを念頭に置いていただければというふうに思っています。一つは今ならまだ引き返せるのではないかということです。レイシズムは日本社会でかなり深刻になってきているように見えますがしかし今ならまだ引き返せるのではないか。しかしもし今ここで引き返さないければこの後どのようなことが起こりうるのかそれを世界各地の経験から学びたいと思います。もう一つは私たちの本当の敵はどこにいるのかということです。レイシズムやヘイトは日本社会が抱える問題ではありますがそれを一歩引いて世界の中に置いて考えることで私たちの本当の敵はどこにいるのかといったことが考えられればと思います。
もしかしたらお互いに敵だと思っていがみ合っていることが、それは本当の敵を利する利別行為なのかもしれません。さて、本日のシンポジウムは2部構成です。第1部、世界はレイシズムとどう向き合ってきたか、現場からの報告では、地域研究者のジャーナリスト各2名ずつ、合計4名から、世界各国のレイシズムについての報告をいただきます。休憩を挟んで第2部、日本はレイシズムとどう向き合うのか、さまざまな立場では、3名のコメンテーターからのコメントを受けて、第1部の4名を交えて、フロアの皆さんと一緒に議論ができればと思います。このように、世界はレイシズムとどう向き合ってきたかという問いから始めて、私たちはレイシズムとどう向き合うのかということを考えられればと思います。このシンポジウムは最後になりますが、地域研究コンソーシアム、アジアプレスインターナショナル、京都大学地域研究統合情報センター、京都外国語大学、京都ラテンアメリカ研究所、調査報道 NPO、アイアジア、そして大阪大学グローバルコラボレーションセンターの主催により行われます。以上をもって趣旨説明とさせていただきます。外は大変暑いですが、シンポジウムの中身も暑く濃いものにしたいと思いますので、皆さん夕方までお付き合いくださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、司会の2人をお迎えいたします。京都大学地域研究統合情報センター、インドネシアを専門とする地域研究者の西よしみさんと、アジアプレスインターナショナルジャーナリストで朝鮮半島を専門とされている石丸次郎さんです。お二人の詳しいプロフィールはぜひプログラムにてご覧ください。それではお二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速第一部の報告をお願いしたいと思います。最初のご報告は大阪大学グローバルコラボレーションセンターの小峰重次さんです。どうぞ。小峰さんは平和構築がご専門で、実務家としてまた大学教員として主にアフリカの平和構築活動に携わっていらっしゃいました。今日はそのご経験をもとに特にルワンダのジェノサイドについてお話しいただくご予定です。世界を震撼させたルワンダのジェノサイド、それはなぜ、そのような悲劇はなぜ起こり得たのかということと同時に、あのジェノサイドから20年を経た今日、アフリカの人々はジェノサイドをどのように受け止めているのかといったことについてもお話しいただきます。それでは小峰さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきました大阪大学グローバルコラボレーションセンターの小峰と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私はもともと今は大学では紛争解決平和構築というのを専門にやってますけれど、もともと NGO の活動で、このルワンダという国に関わり出して、おります。で、今日はこのシンポジウムでルワンダのジェノサイドのことについてお話をさせていただこうと思います。まずよくルワンダのジェノサイドは映画でもよくご存知の方もいると思うんですけれども、この少数派土地と多数派土地の普通の間の民族対立であるというように表現されることがあります。つまり民族が違うから、憎しみ合ったり殺し合ったりしてもしょうがないんじゃないかみたいないうふうに理解をされることがありますが、実はこれは大きな誤解でして、と言いますのは、まずそもそもこの仏とか土というものはですね、共通の言語を持ってまして、だから土の文化とか仏の文化とかそういったものがあるわけではないんですね。また民族を超えたその民族間の通婚でも一般的に行われています。すなわちそんなにその差異があんまりなかったんですね。でそれではなぜジェノサイドが起きたのかということになると思うんですけれども、簡単に言ってしまうと政治権力闘争が民族の対立にすり替えられたということになるわけですが、その辺についてお話ししていきたいと思います。これはルワンダの場所ですね。大体四国の 1.5 倍ぐらいの広さになります。で、だんだんちょっと歴史の背景からご説明しますと、ここにありますようにその仏、土、あとトゥアという少数民族もいるんですけども、こういった大体の人口の配分がこういうふうになって、おりました。で、ベルギーによって植民地統治が始まった時に、この仏、土、トゥアというこういった民族の区分がですね、今まで曖昧だったものを、
その明確に分離して、しまったんですね。で、これで身分証明書を持たせて、誰が普通で誰が土だということが明確に、決められることになってしまいました。で、それまではあまりその区分はなかったんですけれども、この当時このベルギーは植民地の時にその、土族のルワンダ王国というものを介して間接統治を行っておりまして、ですから土の人たちの方が人口は少ないけど優遇されてたんですね。例えば政治のポストですとかそういったところでしたが、50年代の後半で、アフリカは50年代の後半から60年代がその一斉植民地から独立をするようになってたんですが、この50年代後半からその仏もその政治運動が活発化していきました。すなわちその抑圧されてた仏がその権力を政治権力を、取っていこうとそういう動きが、活発化していきまして、それでこの赤字で書いたところがこの最初例えば50年の万世説の騒乱っていうんですけども、実はここで初めてその仏と土によるその仏であるあるいは土であるということが理由で暴力が行われたのが実はこの時が初めてになります。以後62年に独立しまして、今度はその普通多数派の普通のが、この政治権力を奪取すると、つまり共和制に移行すると多数派がやはり票で選挙で勝ちますから、つまりその権力構造は土と普通で逆転するんです。で、その過程で、今までその圧政を敷いていた土の側が、たくさんの国外にその迫害を逃れて、逃亡するということで、ですから、でそれで時はこの63年にもこういった、土の人たちが虐殺されることがありました、がその避難していた土がまた国内に戻ろうとして、虐殺されたということですね。で、73年にはそのハビア・リマナという普通の人が大統領に就任しました。でちなみにこれがそのベルギーが、土仏を分けるときに、やってた方法の一つです。この鼻の形とか高さですね、そういったつまり骨格のサイズで、区分してしまった、つまり区分、なぜ区分したかというと、区分して、その差別構造を作るとこう植民地を統治する側に、都合がいいんですね。下々が争っていれば、統治しやすいということで、そういう意味もあって区分をしておりました。ちょっと歴史続きますと、その90年代に入りまして、RPF とルワンダ愛国戦線というこの海外に逃れた土の子孫たちが、ルワンダに戻ろうと思って侵攻を始めて内戦が始まりまして、で、その仏中心のハビアリマナ政権と RPF の間で戦争になったんですが、で93年にその一応和平協定を結ばれるんですけれども、かなり RPF に譲歩したものでして、ハビアリマナ政権などに急進派勢力がですね、その土を排斥するためのさまざまな行動を行ってきます。民兵を組織したり、そのラジオ放送を行ったりですね。で、ハビアリマナ大統領の飛行機が何者かによって撃墜されたのを契機として、よく知られるジェノサイドが発生したわけですが、最終的にはこの、7月に RPF が、当時の反政府勢力が内戦に勝利して新政権を作るというふうになりました。で、今ちょっと最初お話ししましたけど、民族がなんでどのように形成されたかですが、このベルギー統治時代にその仏と土と仏を区分して差別構造を作ったというのが、そもそも始まりでして、で先ほどのその仏の政党政治運動でも、その例えば仏解放党といってそうですね、その民族性を前面に出した政治活動になってきまして、政治的な対立が民族対立に簡単にすり替えられる土壌があったわけですね。で、そしてじゃあジェノサイドに至った経緯ですけれども、単にそのつまり土のヘイトを煽っただけじゃなくて、やっぱりいろんな背景がありまして、80年代にその、一次産品 そのコーヒーが有名なんですけれども、そういったものの価格が下落して経済が低迷していきまして、また失業率が悪化したり、貧困が問題になったりする。でその挙句 RPF と内戦が始まって、で国内のその急進派勢力が土を迫害する運動をやってジェノサイドの準備が進められていきました。
で、94年の4月がジェノサイドが発生したわけですね。でジェノサイドの準備ですけれども、マ民兵集団を組織化してそのデモンストレーション、ヘイトスピーチなどを行った。あとは、山形内周遊だって武器の理由にも行った。あとこの洗脳化自由放送ってラジオ放送によって扇動するということになりました。でジェノサイドの実行段階で身分証明書で土を選別して殺害ということが行われました。で土の人がまあ多数犠牲になったんですけれども、その虐殺に反対する普通の人、あるいは政治的にその穏健派な普通の人も犠牲になっておりまして、その一番下に書いてあるウィリン・ジーマン首相というのは当時の首相ですけれども、この人は普通だったんですね。ですけれども政治的反対者ということで殺害されました。つまり政治的な対立が背景にあるということはここでも分かるわけです。これは民兵のデモンストレーションですね。こうやって行進して、排斥そのするデモを行っています。これがジェノサイドの時に民兵たちが、その検問をやっていくことですね。でこれが、身分証明書ですね。この上にそのフトゥツティトゥアとありますが、そのバッテンのついてないやつが自分の民族ということで、この人はツティだったということですね。で、でこれが、ちょっとですね、YouTube にあのラジオ放送があったんで、ちょっと紹介します。ゴキブリと名指ししてやる。だから土を殺せとかそういうストレートな表現はしないんですよね。ゴキブリを駆除しろとかそういったあのメッセージをラジオでやってました。で、人々がヘイトに誘引される素地っていうのもいろいろあったと思うんですけれども、この経済低迷とかで社会的不満が広がったっていうこともあると思います。ああいった民兵に動員されているのは大体そういった職にあぶれた若い人が多かったんですね。あとラジオは当時はそのルワンダは、テレビもなくラジオがその重要な情報メディアでして、特に識字率が低い社会ではそのラジオというのは有効な情報伝達手段なんですね。で、またこの洗脳化自由放送というその非常に若者向けするそのポップな音楽を用いてですね、洗脳をやるということで、そういった巧みなその放送のなんですかね、テクニックも使われていたそうです。ただ土地をめぐる潜在的な緊張も指摘されてまして、もともと狭い国土の過密な人口で土地を分割創造していくとどんどんちっちゃくなっていく。でそれで、その土地をめぐる争いも、ローカルなレベルであったと言われてます。あと、その村社会って書きましたけど、村社会ですからその民兵に誘われたらやっぱり入らなきゃいけないとかですね、そういったそのプレッシャーもあったと言われてますし、あと権威にも従順なところが あるというふうな指摘もあります。お上の言うことに従っちゃう。でだけどヘイトだけで人をすぐに殺すとは思えない。それルワンダというのは2つの土もその1つの村で混在して住んでいまして、だいたい顔見知りの隣人なんですよね。だからそのヘイトスピーチに刺激されてライチに扇動されて全てを飲みにしてさあ殺そうというふうにはならないと思います。
ですから私はいろいろ向こうで聞き取りすると、加害者に聞くとやっぱりやらなければやられるというのが人がかなり多くいました、ね。つまり土を殺すのに反対する人は、じゃあお前も反対者だ、反逆者だというふうに見なされるということでした。じゃあそうするとですね、じゃあヘイトっていうのはジェノサイドでどんな役割を果たしたのかなと考えると、政府の方針であったという部分はすごい大きいと思います。あと社会的不満層の暴走を加速させる効果もあったと思います。あとまあこの漁師の過食を見せておきましたけど、土だからもう殺したっていいじゃないかみたいな雰囲気がだんだん蔓延していくと、そういった殺人に対して抵抗が少し減るのかもしれない。あるいはそのまあ、ヘイトがその大衆を動員する根拠となって、まあ、拡大させた側面はあるのではないかとも考えられます。つまりジェノサイドの原因というよりはその規模を拡大してしまったそういった要因があるのではないかなと思いました。でじゃあそれでですね、まあ、ジェノサイドが起きまして、まあ、それからちょうど今年で20年経ちました、ね。でレイシズムがどう克服されたか、あるいはされてないのかという話になりますけども、戦後の政策としてはですね、ルワンダの、ですね、じゃあその土もフツもでもなくルワンダ人だという雰囲気作りを、醸し出そうとしてですね、新大統領はフツの人だったけど、私は副大統領に土の人です。で今この加賀目さんという人は今大統領になっている人ですけれども、まあ元々この時から実質上の最高実力者だったわけです。で、まあ、融和の雰囲気作り、あと身分証明書の民族表記も廃止されました今で。あとはもうジェノサイドのサバイバー生存者ですね、まあ、主に土の人なわけです。そういう人たちへの支援もしたり、あとジェノサイドの記憶を温存すると追悼施設や資料館を作るなどして、記憶を温存するということもしています。あとジェノサイド犯罪者の起訴も行いました。これはルワンダさんの犯罪ジェノサイドの犯罪加担者は徹底的に法で裁こうという方針を戦後取りました。でここでガチャチャ裁判法ってあるんですけど、これはその、普通の通常の裁判プロセスだともう時間がないので、ムラムラで、裁く仕組みを作ると、そういった法律ができました。でこれはその村でレベルで寄り合いで裁いて、またその加害者と被害者の対話もそこで行われると、そういったシステムでした。あと2003年から8年かけてメディア法、新憲法、ジェノサイドイデオロギー法というのができました。でこれは、そのジェノサイドあるいは民族の分断を煽ったりすることは罪であると、ジェノサイドイデオロギーというものを、普及するのも犯罪である、マスコミはそういったことを取り上げないといけない、そういう法律なんですけれども、じゃ何が分断を助長するかとか、何がジェノサイドイデオロギーなのかということは、実は曖昧でして、そこが、いろいろ問題視されているところです。これを後ほどちょっとお話しします。で、あと村レベルで歴史教育みたいなのもあります。これは、ね、ジェノサイドの追悼施設です。国内何か所もあるんですけど、こういったの遺骨が、まあ、整理されて、まあ、展示って言ったらいいんですけどされてるんですね。あとこういうふうにいまだにその遺体が新しく遺体が発見されるということがあります。むしろその裁判での証言で、新たにその発見されて、でこれも追悼施設なんですけれども、これはもう私があなたを知っていて、あなたがあなた自身のことを知っているんだったら、このようなことは起きなかっただろうと、そういったメッセージが掲げられています。でこれが、教科書ですね。これ小学校6年の教科書。右上のところには、94年のジェノサイドの原因は何だったのか。まあ、植民地支配とバッドガバナンスと、あとメディアの役割、そういうことが書かれています。これが先ほどのガチャチャ裁判の様子でして、で、加害者と被害者の対話もここで行われるんですけれども、一方でその批判としてはその、RPF による戦時中の暴力行為は事実上扱われない、私の友人は、お父さんが淵だったんですけれども RPF に殺害されたそうですが、彼はでも訴えることはできないと、政府に立てついたら何されるか分からないかということで、普通で犠牲になった人は事実上泣き寝入りしている方がことが多い、です。で一方で私がいろいろ調査して中で良かった側面として、やっぱりその
加害者と被害者のまた関係を修復する機会になったとかですね、特に加害者が言ってるんですけれども、まあ謝罪できたとか、あとあの冤罪を晴らすことができた人もいました。虐殺に加害者あの、まあ、やったとかって言われてずっと拘留されてた人が、まあ、あのちゃんと証言によって、無実が証明された。でそういったその国の制度とは別にこういったこの人たまたま会った人なんですけれども、村のでもあの加害者と被害者が関係修復された場作りをやってる人もいました、ね、ボランティアで。でこれはあの村レベルで歴史学習をやったりしています。で、まあ、なんかこれでこういうような様子を見るとすごい融和的なムードを感じるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、先ほど申しましたように民族じゃなくルワンダ人ということを今言っているんですね。 で、ですからもう民族を民族性を言うことはタブーになってます。もうあなたフツですか土ですかとかでも今聞けませんよ、ね。で、まあ、なんですけれども今統合とか和解とかあるいはジェノサイド再発防止の名のもとにその分断を助長するような言論を統制するというようなところもあります。つまり何が分断を助長するかっていうのは、実はその法律の中で明確に定義されてないんですね。で、で現政権のですね RPF 中心の政権の今の正当性はですねジェノサイドを止めて和解を促進推進しているということが正当性の根拠として大きいんですよね。したがって政府を批判することは分断を助長してジェノサイドを肯定してあらあわよくまたやってしまおうと考えてるんじゃないか、そういうことでつまり政府を批判することが分断助長あるいはイッチェドサイドイデロギーを広げることというふうにその拡大解釈されて取り締まられたりする危険性が非常に指摘されています。で一番下に書きましたけど実際その2010年代の大統領選挙の候補者だった人が、その現職の鏡さんにですねその対抗馬として出たんですけれども、ジェノサイドイデロギーの罪ということで逮捕されたということが実際行われました。で、まあ、最後になりますけれども、90年代のルワンダでなされたのはその国策のヘイトだったと思います。つまり、まあ、国がねヘイトを煽ったということですね。であとは和解っていうのはそのすごいポジティブな印象を与えますけれども今の政権の正当政治のためのツールとして利用されている側面も否めないという印象があります。つまり、民族の差異が際立つと少数派地中心の政権というのは、まあ、不都合なわけですよね。だから和解を強要して分断を煽る言説に注意してで言論統制するまでに至っているというふうにも見受けられます。で、和解の強要って、ね、4番目書きましたけれども、その実際そのガチャチャもですねその先ほどガチャチャ裁判も本当にもう民衆は参加しないともう、まあ、罰金取られたりとかですねあるいはまあ政府いろいろ批判されたりですね、なんですよね。で、必ずその加害者は詫びなくちゃいけない、そして謝罪をされたら被害者もそれを、許さなくちゃいけないということも制度上システム化されちゃいまして、ですからもちろんその報復なんていうのはもう絶対持ってるのかですね。でこれはその憎悪を封じ込めてるだけに過ぎないのかとも見えますし、一方でじゃあ暴力再発防止している有効な手段なのかというふうに、もそういった見方もできるかなと思います。実際その20年間大規模な衝突はないんですね。で、あと5点目に、ジェノサイドが今ジェノサイドアゲンストだ土土に対するジェノサイドという土という名前入りでやってます。これが、つまり普通の犠牲者はじゃあどうなるんだということも批判されています。で最後になりますけど、ポストジェノサイド世代って書いてあるんですけどもう20年経ちまして、その大体20歳ぐらいになってるわけですね。その戦後世代もで、中にはその被害者と被害者の子供と加害者の子供が結婚したりするということも最近ではありまして、今後そういったのがどうなっていくのかポストジェノサイド世代の動きに注目をしていきたいなというふうに最近は思っている次第です。はい、ということで私からの発表はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。小峰さんありがとうございました。ちょっとそのまま出して、ルワンダの虐殺
80万人が亡くなったと、人口の 10%、 もう大変な事件、世界を震撼させた虐殺劇だったと思いますけれども、まあ、小峰さんの発表にありましたように、まあ、この民族対立と言われてますけれども、民族対立は作られたものであったと。で、根本的にはベルギーによる植民地統治、植民地支配の中で分断統治がなされ、土と土が、まあ、明確に区分されていく中で、そして支配の道具として土の勢力を使うということが、まあ、根底にあって、でその後、土と仏の政治闘争ですね、政治の争いがあって、内戦に行くと、内戦に向かう過程で、まあ、内戦は一応、和平に向かったわけですけれども、しかしながらその中で経済の低迷が一つのきっかけとなって、仏の勢力から強い、まあ、変動が起こるということを述べられましたけれども、あれですよね、非常にやっぱり単純ではない、単純に2つの民族が憎しみ合って殺し合ったということではないということがよく分かりましたね。そうですね、対立がその兵団だ、対立というのもその国家をめぐるところで起こっているのと同時に、今やその対立が政府が作ったものであるというのに対して、今和解もまた政府が作ったものであるという形で、それをどのように受け止めるかというところが問題になっているのがよく分かりました。ちょっと小峰さんに伺いたいんですけれども、今その大変な虐殺から、まあ、それをもう繰り返さないためにということで、ルワンダ人、我々は土とか普通ではなくてルワンダ人だという形の、まあ、国民、国家づくりっていうんでしょうか、そういうものが進んでいるように、進められてきたように思います。一方でルワンダっていうのは経済的にはいろいろ報じられているのは、非常にこの短期間で経済成長著しいということが盛んに報じられていますけれども、この和解のプロセス20年の間、それから海外に避難していた人たちが戻って経済発展の主役になっているということがありますけれども、この経済発展と和解のプロセスの進行、この辺の関係はどう見たらいいんでしょうか。そうです、まあ、今すごい GDP 成長率がそういう 6% とかで高い水準なんですけれども、実際行ってみますとですね、都市部ではすごい近代化、巨大なビルがいっぱい建ったりとかしてるんですけど、農村社会は実はそんなに、まあ、見た感じの印象は、まあ、変わってないですね。まあ、携帯電話がちょっと普及したとかそういうのはありますけど、あと、まあ、食料事情も前よりは良くなったとか、は あるんですけれども、やっぱりその都市と農村の格差が今すごい広がってる印象があります。でそれで都市部でそのエリート層といいますか、裕福層っていうのは実はその帰国した土の人がやはり多いということで、ですからその都市部だと、都市部と農村部だと結構そのパッと見た感じでも顔つきが違うんですよね。土と普通の大体の特徴ってありますから、都市部で、その大きなショッピングモールとかでいる人、働いてる人も買い物してる人もやはり土の人が多いと、ような印象があります。つまりその経済的なその、まあ、貧富の格差が、その今後ですね、どういうふうに、民族対立にまでなるかわからないんですけれども、そういった本当に外人である私が見てもその視覚的にパッと 見えてしまうので、そこら辺がちょっと気になるところでは、はい、あるなと、そういうような印象があります。もう一言だけちょっとお聞きしたいんですけど、もう20年経ったとはいえですね、国民の 10% が、まあ、ジェノサイド、殺し合いの中で死んでいくと。でその憎しみ、その兵と行動に対して、先ほど西さんおっしゃいましたけど、まあ、国策として押さえつけるということを、まあ、やっていると。でそういうその押さえつけるっていうことで押さえつけられているのがね、あるいはそれは大きな蓋をしただけでまたその重しがなくなればまたふつふつとそれこそそういうその憎悪の、パワーがまた出てくるような気配といいますか、可能性みたいなものはどういうふうに思われますか。そ
そうですね、やっぱりいろいろ被害者とか加害者にもいろいろ聞き取りをするんですけれども、やっぱり、まあ、被害者の中でもやっぱり心のわだかまりをやっぱり語ってくれる人もいましたね。ですけれども、じゃあ94年みたいなことが起こるかというと、そんな単に一人一人の心に憎悪があるからだけではああいうことにはならないと思ってまして、やはりその大衆を動員するそのメカニズムですとか組織化とか、そのまあキャンペーンですとか、そういったその仕掛けがないとああいうそのたくさんの人を一斉に暴力に動員するということにはまだならないと思う。逆にそういうのがまあ出てきたら本当に怖いんですけれども、今現政権はですね、非常に諜報活動が、の能力が高くてですね、そういったそのもう目はそのすごい潰しに、できる、潰すことができる能力があるので、そういったものは表面化はしていない、いいですね。密告とかもありますから、はい、まだいろいろと聞きたいことは皆さんもあるまりだと思いますが、お手元のピンクの質問表の方に書いて後ほどにこういうご準備ください。小峰さん、ありがとうございました。ありがとうございました。小峰さん、続きまして、ジャーナリスト側から、坂本拓さんの報告を聞いていただきたいと思います。坂本拓さんは66年大阪生まれ、オランダに長く、住まわれた後ですね、クルド問題、クルド人というのは今国家を持たない、世界最大の民族と言われてますけれども、イラク、イラン、シリア、トルコなどにまたがって住んでいるクルド人の問題に深く関わって取材をされてきました。でその後、99年、旧ユーゴスラビアの分裂の中でですね、コソボですね、セルビア人とコソボ、コソボにおけるそのセルビア人との対立の中で起こった排外主義の問題、それから、アフガニスタン取材、それからイラクですね、ブッシュアメリカ政権が、イラクを攻撃したする前後、03年からイラクの現地取材も長くされております。それでは坂本さん、発表の方よろしくお願いいたします。アジアプレスの坂本です。よろしくお願いします。世界はレイシズムとどう向き合ってきたかというのがテーマということなんですが、今からお話しするコソボとクルドの事例がレイシズムというカテゴリーでくくれるものなのかどうか、実はなかなか自分でも難しいと感じるところです。しかし民族主義や排外主義のうねりの中で何が起きてきたか、そして民族の衝突の現場で人々はどういう状況に追い込まれたのかを知ることで、日本で今起きていることを読み解くいくばくかの参考にしていただけるかと思います。自分はこれまで、いくつか紛争地を歩き取材してきました。その中で、民族や人種、異なった文化が共存する現場、そして対立する現場を見てきました。ひとたび衝突が起きたとき真っ先に犠牲になるのは、それぞれの民族が暮らす境界線の狭間に生きる人々でした。民族衝突や人種、宗教対立を防ぎ、和解をするために非常に多くの人々は、あるいは国際機関が、様々な取り組みをしてきました。その一方で深刻な危機が迫りながら結果的に対立を防ぐことができなかったたくさんの事例があるのも事実です。故に、世界はレイシズムや民族問題にどう向き合ってきたのかを取り上げると同時に、どう向き合ってこなかったのかということも押さえておきたいというふうに思います。ではその中から、ヨーロッパバルカン半島のコソボ、中東のクルド問題に触れながらお話をしたいというふうに思います。まずコソボ紛争で起きた民族対立についてお話しします。1980年代の末から東ヨーロッパの社会主義の国々が相次いで崩壊していきました。中でも深刻な悲劇を招いたのがユーゴスラビアでした。ここにはボスニア、セルビア、クロアチアなど6つの共和国があって、それぞれが社会主義連邦を構成していました。
かつて、ユーゴスラビアの、多様性を表現するのによく使われた言葉があります。ここにもありますように7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家という言葉です。実際には民族はもっと多くてですね、トルコ系住民とかロマ、いわゆるジプシーと呼ばれる人たちも入れると20を超える民族集団が旧ユーゴに存在していたというふうにされています。そのモザイク国家ユーゴスラビアではそれぞれの地域で民族主義が台頭して、独立への動きが強まりました。ユーゴは分裂する過程で深刻な内戦に陥ります。そして民族浄化という事態が起こります。他の民族を自分の地域から排除するために大量殺戮や強制移住、それから他民族の強制的な妊娠、強姦妊娠ですね、そうしたことが正規軍や民兵組織によって戦術的に行われました。コソボはセルビア共和国の南に位置する地域でセルビアの自治州として存在してきました。多くのアルバニア系住民は自分たちはセルビアやセルビア中央政府のもとに支配されているとずっと感じてきました。コソボはこのセルビアの南ですね、この黄色いところです。この赤い上の旗がアルバニア人を象徴する旗なんですね。で2008年に一応独立をします。ただ国連の中では承認しているのは半分ぐらいの加盟国の半分ぐらいですから、欧米諸国はあとは日本も承認してますけども、してない国もあります。下は独立を達成した後の旗ですね。で、そのセルビア中央政府の下で支配されていると感じてきたコソボの住民の中から武装組織コソボ民族解放軍というのが武装闘争を激化させます。これはコソボの首都にある当たるプリシティナという町です。1998年には衝突は頂点に達し、セルビア側は治安部隊を投入して、コソボ解放軍を鎮圧作戦を展開します。これコソボ側 の武装組織です。治安部隊はアルバニア系住民やの町や村で多数の一般住民をも殺害し家を焼き打ちしました。この村でもたくさんのアルバニア系住民がセルビアの治安部隊によって虐殺されています。ここを訪れた時ですけどもまだ遺体の発掘作業がこう続いている状況でした。拡大する紛争の中で、アルバニア系住民が大量の難民となって国外に逃れました。その数は50万以上というふうに言われています。コソボ自治区のほぼ3分の1に相当するアルバニア系住民が難民となって周辺国やヨーロッパの国々に流れ出ました。西欧諸国は、ヨーロッパ全体の危機と捉えて NATO 北大西洋条約機構が、セルビア治安部隊を阻止するという名目で空爆を行います。治安部隊の建物や警察署、行政機関も爆撃で破壊されています。これ警察署だと思います。この裏に郵便局というのがあって郵便局も狙われていました。さらにコソボ自治区だけでなくてセルビアのベオグラードにも空爆がなされています。空爆直後に入った町ではかつてセルビア語とアルバニア語の2つの言語で書かれていた看板がとか道路標識なんですが、こう今ペンキで左側の黒いところはもともとセルビア文字があったところなんですが、消されていました。NATO にはですね、コソボには NATO 主体の治安部隊が駐留し、その後国連による行政統治という経過を経て2008年コソボは独立へと至ります。これはNATO の枠組みの中で派遣されたフランス軍の部隊ですね。でこれは国連が派遣した警察機構の中の警察要員です。民族衝突というふうに言っても実は町や村に暮らしている住民たちには明確な境界線があるわけではありません。2つの民族が混住する地域では
同じ村に隣同士でずっと共存して暮らしてきたわけです。この村ではアルバニア系住民とセルビア人住民が混住してきました。セルビア治安部隊はこの村にも展開しました。そしてアルバニア人のアルバニア住民の家が次々と焼き打ちされました。嘘から来た、治安部隊がどうしてアルバニア人の家だけが分かって火をつけたかというと、実は同じ村のセルビア人がこの家はアルバニア人だということを治安部隊に告げたからでした。アルバニア系住民のこの男性は避難民として国外に脱出していて、空爆が終結した時に元の村に戻ったんですが、家は焼かれていました。家を失ったことでショックを受け、さらにこれまで仲良くしてきたセルビア人の隣人が自分たちを裏切っていったことを知って、二重の苦しみに直面することになります。この男性ジャマルさんは村に戻って初めて隣人の家を訪れ対話しようと試みました。左側の人が隣に住んでいたセルビア人の住人なんですが、しかしその隣人は目を背けるばかりでした。同じ隣人として暮らしてきたのに、こうどうして放火されるのを止めてくれなかったんだとジャマルさんは問います。しかし隣人は、我々も治安部隊の前ではどうすることもできなかったんだと震えるような声で言うばかりでした。衝突の現場では大きな力の前に住民たちはなすすべもありません。抗議したり抵抗すれば自分や家族の命も危険にさらされるという現実があります。コソボではその後国連などの支援で民族和解プログラムの取り組みがなされてきました。例えば両民族が共同で取り組む、社会活動の機会を意識的に増やしていくとか、混住地域の場合は村のリーダーシップを役割分担をして、互いに、お互いのコミュニティに責任を持たせるという取り組みです。ただ実際のところはたくさんの課題も残っていて、完全な和解が達成されたわけではありません。一旦民族の間で衝突が起きると、それを修復して互いに和解して信頼関係を取り戻すというのは、相当な困難を伴うのも実情です。ただ一つ民族間で対立が起きたときに、決定的に民族間が対立している状況の中で和解のために何らかのヒントがあるとすれば、民族の間で、共通の利益となる問題を探すことがあると思います。コソボのセルビア側に近いところにミトロビッツァという町があります。ここは町を流れる川を挟んでセルビア人住民と、アルバニア系住民がずっと対立しています。この村は今でも、この町は今でも両民族が対立した川を挟んで対立したままなんですが、セルビア側はコソボの独立というのを認めてきませんでした。だけど一旦ここでですね、EU 加盟というのが、コソボ側が願っていて、でセルビア側も実は EU 加盟したいという希望を持っていたんですね。でそういう共通の利益を設定することで、少しずつ歩み寄れる、機会というのが増えてきたと。民族間の対立が起きたときに、もちろんその直後というのはなかなか容易には和解には至りませんけれども、何か共通の利益になるものを探して設定していくことが相互の民族の危機というものを緊密にさせていくのという意味ではヒントになるのではないかなというふうに思います。で次はクルド問題に目を向けたいと思います。中東にはたくさんの民族が暮らしています。人口の多い順から言いますと、アラブ人、トルコ人、ペルシャ人、そしてクルド人です。この中東で4番目の人口を持ち、独自のクルド語という言語を話すクルド人は、現在のトルコ、イラク、イラン、シリアにまたがる地域に暮らしてきました。民族全体では3000万人と言われるんですが、これまで独自の国家を持つことはできませんでした。よく日本のメディアでは少数民族クルド人というふうに言われますけども、3000万人という数は少数ではありません。
クルドの大地という意味のクルディスタンを自分の国として持つこと、独立を達成するということは、民族の悲願というふうに言われてきました。中でもトルコには1200万人とクルド人、一番多くのクルド人が暮らしています。そのトルコでは長い間最も厳しいクルド抑圧政策が取られてきました。トルコは1923年の建国以来、国民統合を進めます。そして言語と民族が異なるクルド人の同化政策というのを取ってきます。クルド人やクルド問題がというのは我が国には存在しないというのが長い間トルコの公式の立場でした。クルド人の政治運動は力で弾圧され、クルド語の出版物はことごとく発行禁止処分を受けてきます。これはトルコ南東部にあるクルド人が多く住むディアルバクルという町にある、スローガンなんですけども、なんて書いてあるかというと、トルコ人としてであることは なんて幸せなことだろうっていうことを書いてあるんですね。このクルド人が多数を占める町でこういうふうなことが、を見るっていうのは、クルド人にとっては多くのクルド人は民族的アイデンティティを否定されるというふうに、認識してきたというふうに言います。学校での教育もトルコ語でした。トルコへの同化政策を強いられた側のクルド人にとっては、自分の民族アイデンティティだけでなく家族で話してきた言語さえもが否定されたわけです。自分はクルド人だと発言しただけで国家分離主義者と見られ飛びなされて、警察に拘束され、拷問される例が後を絶ちませんでした。そんな中、その民族主義が高揚し、武装闘争をする組織が台頭してきます。これはクルディスタン労働者党 PKK ですが、1980年代の終わりから90年代後半にかけて、凄まじい武装闘争を展開します。PKK はトルコ軍や警察と衝突するわけですが、その狭間で多くの住民、一般市民、村人が巻き添えとなりました。トルコ軍はクルド人の村を軍に協力させて、ゲリラ追い詰める目的で村落防衛組織というのを作ります。軍への協力を拒んだ村はゲリラ支持とみなされて、破壊されたり焼き打ちされました。また PKK も政府に協力するクルド村の防衛隊を攻撃対象としました。これ村が焼かれている写真なんですが、90年代半ばまでに軍の焼き打ちなどで、100万に及ぶ南東部の村人が家を失い都市部へと流れたと言われています。また何十万ものクルド人がヨーロッパに難民として脱出しました。これトルコの治安部隊ですが、トルコ軍に村を焼かれ、町に逃れてきた一家の写真ですね。これ、息子は殺されました。コソボでアルバニア系住民の村が焼かれた時、 NATO は人道的介入としてセルビアに空爆をしましたが、NATO 同盟国の一員であるトルコ国内でクルド人の村が軍や警察によって焼き打ちされている時には、そうした言葉は聞くことはありませんでした。人道という言葉は時と場合によって、恣意的に都合よく使われるものでもあります。EU 加盟を目指すトルコに対してはクルド人の人権問題も加盟の障害となってきました。かつては力ずくでクルド問題を抑え込もうとしていたトルコですが、クルド人の広範な運動を前に、2000年に入ってクルド語のテレビを解禁するというふうに部分的に政策を変え始めています。今トルコのクルド人はかつてのような分離独立を志向するのではなくて、例えば学校教育をクルド語をトルコ語と同じように学んで話す権利が欲しいとか、民族アイデンティティを認めてほしいということを求めています。しかし、クルド人の権利を拡大させると国家分裂につながるとする警戒感を政府は持ち続けています。運動の拡大は監視しながらも、一方で例えばこの民間レベルでクルド語講座を解禁するとか、運動はの拡大は監視しながらも、慎重なバランスの下でクルドの人権状況を徐々に改善されてきました。もちろんこれはクルド人が
声を上げて多くの犠牲のもとに勝ち取った権利であって、黙っていて政府が与えてくれた権利ではないんです。それをより何より知っているのはクルド人自身です。先月、モスル、イラククルドの話をしますが、先月イラク北部の都市モスルが、イラク・シリアのイスラム国というスンニ派武装組織に、掌握されました。モスルは、イラク第二の都市ですね。これどこにあるか、下の丸がバグダッドで、上の丸がモスルです、イラク第二の都市ですから、日本でいうと大阪が陥落したような状況です。こうしたイラク分裂の危機の中、独立を加速させ、ているのが、イラクのクルド人です、この赤い部分がですね、イラク側の赤いのがちょうどクルド自治区と呼ばれるところに相当します。10年前、これクルド人の旗ですね、この持っているのは、10年前、イラクのクルド人に独立について聞いてみたら、いつかは独立したいけど夢みたいな話という声が多かったんですが、今ではもうすぐにでも独立したい、いやできるというふうに言います。キルクークという巨大な油田を手にして独立国家を支える経済基盤の道筋が見えてきたというのも理由だと思います。一方で、これクルド議会ですね、こういうふうにクルド人が自治をしているんですが、この左がこれまで、先週までイラクの大統領だったタラバニですが、タラバニ大統領、これクルド人ですね、両方とも。で、右側が自治政府の大統領であるバルザニです。イラクの状況が、もうイラク分裂になった時に、この右のバルザニっていう大統領がメディアにもっと登場することになると思います。この、一つのキーパーソンだというふうに、思います。イラクで宗派対立が、激しくなった頃、バグダッドの大学生に聞いたことがあります、こんなイラクになったのは一体誰に責任があると思うというふうに、私は問いかけました。彼女は少し黙ってから答えました。アメリカが悪い、そしてイラク周辺の国々も悪い、政治家も悪い、そして私たち自身も悪いんですということでした。つまりこんな状況を招いてしまったのは、イラク人、イラク国民自身にも責任があるということでした。そしてそれを乗り越えられない自分たちの無力さも情けないというふうに彼女は話していました。深刻な宗派民族対立は、深刻化する一方です。あちこちで暴力が頻発し、自分の宗派民族ゆえに、自分の家族が狙われるという事態に直面すると、自分を守ってくれるものは自分と同じ宗派や民族でしかなくなります。力もなく逃げ場もない人々はそこにすがるしかないんです。そうした構造がもう何年もイラクでは続いてきています。今のような事態に至る前にこの予兆はいくつもありました。しかし日本も含めて国際社会も対応してこなかったことに責任があると思います。民族対立の現場からさまざまな予兆があるにもかかわらず、きちんと国際社会も対応しなかったし、その渦中に置かれている人とどう一緒に問題を解決していくのかというふうに取り組んでこなかったというのも大きな問題だというふうに思っています。一旦ここで報告を終えて、あとまた質問等の中でその他のことについてお答えしたいというふうに思います。ありがとうございます。コロナ民族が混住する中東やヨーロッパでまさに民族対立に直面している普通の人々の生の声を多く紹介していただいたように思います。大きな力を前に家族や自分の身を守るために隣人を売らざるを得なかったという人の声、いろいろな人だけでなく自分自身も責任があるというその非常に重い言葉、そして今のお話の中では EU や国連といった形で出てきましたが、周辺の社会がどのように関わるのかということが非常に大きな力を持っているということも改めて考えさせられたように思います。島田さん、いかがですか？クルドもそうですけどね、コソボの問題も、それから先ほど のルワンダの問題もそうですけど、要因が中にあって、
てのことだけれども、重しがぐっと動いたときに、やはりそういう虐殺であるとか、紛争になったりということがあるんだなということを感じました。佐伯さん、もう大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ、そうですね。ちょっと、まだまだいろいろ聞きたいのですけれども、それではご質問の方は質問表の方に書いていただいて、また総合討論でさらにいろいろお話を伺えればと思います。坂本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。紹介します。次のご報告者の佐伯夏子さんは早稲田大学アジア研究機構にご所属であると同時にインドネシア民主化ネットワークを主催していまして、インドネシアの資源開発、紛争あるいは人権といった問題に取り組んでいらっしゃいました。今日はインドネシアのアチェを舞台にいろいろお話を伺います。アチェでは30年にわたる紛争が、和平合意に至ったわけですけれども、その和平合意が本当に地元の社会にとって平和をもたらすものであったのかというところから、お話をしていただくことになっています。それでは佐伯さん、ご報告の方よろしくお願いいたします。今ご紹介に預かりました佐伯と申します。皆さんこんにちは。今までのお二人のご報告と同様に、私は今日お話をさせていただくインドネシアのアチェという地域の問題なんですが、これも同じようにやはりレイシズムとか、例えば民族差別、民族対立というような言葉ではなかなか語ることができない問題だと思っています。実はお話をいただいたときに、タイトルっていうんですかね、その最初の、世界はどうレイシズムと向き合ってきたかということで考えたときに、ちょっとアチェの事例でどういうふうにこうお話しさせていただけばいいのかわからないというようなことも、実は主催者の方に、伝えさせていただいたような、状況でした。ただインドネシアのアチェという地域ですね、和平がまあ結ばれて、まあ、紛争が今解決した状態にあるんですが、その後に、排外主義が台頭してきている状態なので、そのことについて少しお話をさせていただければと思います。アチェというふうに、言ってもなかなかどこのことってこうピンと来られない方も多いのではないかと思います。アチェというのは2004年の末、スマトラ沖地震津波の震源地に最も近く、大体当時の人口400万人のうち17万人が死亡ないし行方不明になるという地域です。かなり大きな地図にしましたけれども、そのここの場所です。1970年代半ばから自由アチェ運動という組織によってインドネシアからの独立を求める運動が戦われてきました。マラッカ海峡ですね、日本の生命線とも言われるマラッカ海峡に面しており、またさらにこうインド洋に向かって開けている地域であるというようなところから、まあ、ヨーロッパから中東、そしてインド、さらには中国へとを結ぶ交易の中継地点として栄え、さらに東南アジアでも一番最初にイスラムを受容した地域でもあります。アチェとかアチェ人というふうに一口で言っても多様な民族が融合しているこのような中継地点でしたので、多様な民族が融合していて、アチェという地名、民族の名前ですが、これ自体が、まあ、よくアチェ人が冗談のように言うんですけれども、アラブ、中国、ヨーロッパ、そしてインドですね、ここから成り立ってるんだというふうに言われるぐらい、こう多様な、文化民族が実は共存している地域です。とはいえ1970年代半ばからの、まあ、その自由アチェ運動とインドネシア政府、中央政府、インドネシア国軍との間の紛争の間ですね、例
えばインドネシアからのその独立を求める自由アチェ運動がインドネシアの中で、いわゆる多数派であるジャワ人ですねの人たちをアチェから追放したりとか、もしくはインドネシア国軍に組織化されたり訓練されたりしたそのジャワの人たち、これはアチェに住んでいるジャワの人たちや、アチェの中で少数民族である、アチェの内陸に暮らしているガヨウという民族がいるんですけれども、その人たちがこう民兵組織を、軍によってインドネシア軍によって組織されたんですけれども、その民兵たちが、アチェ人を襲撃してしまうとか、そういった事件は確かに紛争中起きました。とはいえ、散発的な事件のようなものはありましたけれども、それが恒常的に住民同士が争うような、インドネシアでよく言われる水平的な紛争、横にの関係のその紛争というものに拡大することはありませんでした。むしろ1970年代半ばから2005年和平が結ばれるまで約30年間続いたアチェの紛争というのは、垂直的紛争と言われるように、一貫してインドネシアの中央政府や国軍と自由アチェ運動との間の戦いでした。この紛争は2004年末のスマトラ沖地震、そして津波を受けて、終結することになります。自由アチェ運動は独立要求を取り下げ、2005年夏にはフィンランドのヘルシンキで和平合意が結ばれました。確かにインドネシア国軍警察部隊が一部、撤退をしたりとか、それから自由アチェ運動側も武装解除を行うことで両者の武力衝突はなくなり、治安状況は劇的に改善しました。しかし最初にお話しした通り、和平合意からだいたい10年が経った現在、アチェは平和になったというよりはむしろ新しい暴力にさらされるようになっています。先ほどお話ししたアチェとガヨという、その異なる民族の対立ですけれども、これは紛争中にもちろん先ほど言った通り散発的にガヨ人の民兵がアチェ人の住民を襲撃するとか、もしくは、ガヨ人の民兵がそのアチェ人の家を焼き討ちにしてしまうとか、そういったこう対立というのはもちろんあったんですが、むしろ和平合意後の現在の方があからさまになっています。現在、和平合意を受けて、アチェではアチェ自治政府というものが作られました。このアチェ自治政府、そしてアチェの州議会、さらには県議会といったものはほとんど自由アチェ運動、これまでは武装ゲリラだった反政府勢力だった人たちですね、これがほぼ独占しています。この自由アチェ運動は、アチェの旗をどうするかとか、州のアチェ州の旗ですとか、アチェ州の紋章ですとか、もしくはアチェが伝統的に持っているその、貢献機関って訳すればいいんでしょうかね、貢献人の貢献なんですけれども、最高指導者、慣習法的な最高指導者が誰にするかとか、そういった、ことが和平合意で、アチェはその独自の文化、独自の伝統というものを、アチェのその独自の文化や伝統を尊重するべきであるという中から、今申し上げたようなそのアチェの旗や紋章などなどを決めてよいということが和平合意で定められたんですね。でそういった中で自由アチェ運動は、アチェというその色合いっていうんですかね、アチェ色というのを非常に強く出しています。でその中、そうするとアチェの中で少数派であるガヨの人たちからすると、自分たちがどん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 こう追いやられていってしまっているように感じることになるわけです。結局ガヨの人たちは
まあ、もちろん一部ですけれども、アチェ州を分割してくれと。でさらに、まあ、だから自分たちがもっと多数派になれるような、自分たちの権利が認められるような新しい州を作ってくれというようなことを要求するようになりましたし、またインドネシアの分がもう一度こう分裂するような危険性があれば、自分たちは武装して戦うというようなことも宣言しています。そう、実は最近ですね、まあ、これがちょっと一つ大きな、まあ、問題になったことがあったんですが、2014年3月ですね、元民兵組織、まあ、ペタという組織があるんですが、そのペタが、自由アチェ運動が結成した政党であるアチェ党を襲撃するという事件が起きました。このガヨーと、まあ、アチェの対立っていうのは、実は、まあ、インドネシアの中央政治と切り離すことができません。でこの写真というんでしょうかね、まあ、選挙のキャンペーンの、まあ、ポスターなんですけれども、右に写っているのがインドネシア、まあ、7月22日大統領選挙の結果が発表されましたけれども、そこで選出されたばかりの新しい大統領です。この大統領、まあ、候補だった頃ですけれども、ジョコ・ウィドドという、まあ、候補を支持しているとしてこう写っている人物、これが、まあ、ガヨの人なんですが、もともとそのガヨの民兵組織ペタの司令官だった人物です。でこういった形で、まあ、ガヨは、ジョコ・ウィドド新大統領支持ということを、まあ、いち早く、そして、まあ、彼が所属する闘争民主党ですね、それを支持するということをいち早く表明したわけです。一方でここからちょっと難しいというか、非常にこう入り組んだというかねじれた関係になってしまうんですが、この闘争民主党の、まあ、メガワティというスカルの初代大統領の娘で、1、2、3、4、5番目の大統領かね、インドネシアのになるメガワティですが、彼女は国軍と近くて紛争中アチェで軍事戒厳令を敷いた人物、アチェでは非常に嫌われていると私は思っているんですけれども、そういった人物がこのジョコ・ウィドド大統領の政党のトップなわけです。これに対してじゃあ他のそのガヨーの人たちがジョコ・ウィドドを支持したという中で、じゃあアチェの人たちはどうなったかということなんですが、自由アチェ運動が設立したその政党アチェ党はなんと、スハルト2番目の大統領であるスハルトのもともと娘婿だった人物、もうすでに離婚していますので今娘婿ではないんですが、娘婿で、さらにインドネシアの国軍の、まあ、特殊部隊の司令官、もしくはその後陸軍戦略予備軍の司令官になった、プラボー・スビアントという人がいるんですが、この人が立ち上げた政党を支持すると。でさらに、まあ、プラボーは先ほどのジョコ・ウィドドと並ぶ大統領候補になりましたので、大統領選ではこのプラボーを支持するということを表明しました。これまで自由アチェ運動は、まあ、紛争中インドネシア国軍と戦ってきたわけです。でプラボー・スビアントといえば、まあ、いわばアチェの人たちからするとインドネシア国軍の象徴である一人であり、かつ自分たちに軍事作戦などで自分たちに暴力を振るった象徴なわけです。でそのプラボーと今まで自分たち その自由アチェ運動を率いてきた、司令官、まあ、現在アチェの副知事になっている人物が手に手を携えて選挙に選挙戦を戦っている。でこれはアチェの人たちからすると非常に複雑なものになりました。もともと自由アチェ運動とかもしくはアチェ党ですねに対しては、
和平後の支援金を横領している、復興事業を独占している、結局和平になって、まあ、平和、和平合意が結ばれて平和になったけど経済全く良くなっていないなどなど、非常に不満が、まあ、広く醸成されていったところに、紛争中さまざまな人権侵害があって、和平合意では人権法廷を設置しようとか、アチェ真実と和解委員会を設置しようというようなことが決まっていたはずなのに、全く、そういった人権侵害の責任追及というのが10年間進んでこなかった中で、アチェ党がなんで自分たちを苦しめたプラボを支持するのか、アチェの被害者、特に軍の被害者、そして、自由アチェ運動のメンバーだった人たちからすると、自分たち の, その指導者に対する失望感、不信感というものがかなり強く出てきました。そういった中で、自由アチェ運動が、まあ、アチェ党を結成し、さらにそれが分裂して、今回アチェ国民党という新しい政党ができました。上がまあアチェ党、下がアチェ国民党の選挙キャンペーンの様子なんですが、今年の4月に総選挙、まあ、議会選挙があり、はい、7月に大統領選があったんですが、その期間中相互にまあ攻撃をし合うというような事態が、相互に攻撃し合い、まあ、死者も発生するような事態になりました。まあ、どちらの政党も、支持者っていうんですかね、あの様子を見ていただくと、まあ、服装っていうんですか、見ていただくと非常にまあ軍事色が強いとともに、特にアチェ党の場合、この右下ですが、まあ、以前あったそのアチェ王国に復帰したい、なんていうのかな、復古主義というんでしょうか、解雇主義というのか、まあ、封建的な、色彩も非常に強いですね。でこういった自由アチェ運動が和平合意後に実質的に権力を掌握したことによって、現在さまざまな問題が発生しています。今の内部分裂もそうなんですけれども、まあ、アチェの人たちから言わせると、紛争中の方がマシだった、いつ殺されるかわからないというような、そういった事態だったのに紛争中の方が良かったんじゃないかと言わしめるような、一体誰が自分たちの敵なのかがもうわからない、そういった状況になっています。でもう一つは、新しく非寛容排外主義というものが高まっていることなんですが、ここでまあ言う排外主義なんですが、外に向けてこう非寛容であったりとか排除しようという動きではなくて、うちの中で、自分たちの中で非寛容であったり排除しようとする、自分たちの中でこう敵とか他者を作っていく、そういったプロセスが現在、まあ、権力などの分配の中で進んでいます。その例をいくつかちょっと最後に見ていただきたいんですが、一つは女性に対する問題です。アチェは紛争中、紛争解決の一環としてイスラム法が適用されました。この時アチェの人たちは、このイスラム法適用というのは、むしろ国際社会がアチェというのが、まあ、イスラム原理主義の地域であるというふうに考えるようにさせる、つまり国際社会がアチェを支援しなくなるようにさせるインドネシアの工作だと考えていました。その時に適用されたイスラム法が現在非常に恣意的に解釈されています。例えば、もう本当笑い話なんですが、女性がバイクにこう2人乗りで乗る、後ろに乗る場合は、またがって乗ってはいけません、必ず横座りしなさいというようなお触れがいきなり出てしまう。もしくは、例えばパンクの青年たち、これがアチェ文化とかイスラム法には、まあ、ふさわしくないとして、警察に捕まって丸刈りにさせられて、川の中につけられて、
こう軍事訓練みたいな形でのなんか研修を受けさせられる。さらには、まあ、いわゆるニューハーフっていうんでしょうか、女装している男性たち、もしくはセックスワーカーの女性たちが、逮捕されてしまう。さらに、キリスト教会が、まあ、許可を持っていないという理由で閉鎖されていく。そして最も最近、7月の18日ですね、アチェでのイスラムの中で異端だと考えられたグループ数十人が村の住民に、まあ、数百人によって、襲撃されて7人が重体になるというような、事件も起きました。でこういったこ見ていただくと、非寛容とか、排外主義ですね、それを正当化する口実として、まあ、アチェの文化、それからイスラムというものが使われてきてるんですけれども、その2つの言葉がある意味、皇門様の何て言うんですか、陰謀のような感じで、これを出されてしまうと、まあ、アチェの人たちもそうかっていうふうにこう考えて、アチェ社会から一定の支持を、こういった暴力に対してアチェ社会も一定の支持をしています。でそういう状況の中で、まあ、いわばよそ者である私はどうこの問題に向き合っていけばいいのかというのが現在、まあ、一番難しいところになっているんですが、グローバルな、もしくはユニバーサルなこう価値とか、規範というものが仮にあるとしたならば、先ほどのようなの暴力であるというふうに批判ができるんですけれども、一方でその地域に密着して、活動したりとか研究をしたりとか取材をしたりということを考えたときに、そこの独自の文化とか歴史とか伝統とか、まあ、もしくは宗教とかっていうものに対してやはり尊重する必要も出てくる。で一体じゃあどこからが排外主義というふうに見なされるのか、どこまでは独自の文化として見なすことができるのか、この区別はなかなか難しい、私は個人的に結構難しいなというふうに考えています。でとはいえ、まあ、やはり多様な人たちが、多様な文化、多様な宗教、多様な民族の人たちが共に暮らしていける社会というの方がやはり生きやすい社会だと私は思いますので、そういう意味ではその今起きてきているその非寛容とか排外主義を乗り越えるためには、例えばアチェの中で、市民社会ですね、まあ、と呼ばれるような NGO であったり、ジャーナリストであったり、研究者であったり、もしくはイスラム法学者であったりといった人たちが、どのようにこの問題に対して考えて取り組んでいくのかということを、まあ、見ながら、そこを、まあ、私はよそ者としては支えていくことができればいいなというふうに考えています。すみません、時間オーバーしましたが、以上です。ありがとうございました。はい、佐伯さん、ありがとうございました。アチェ長い期間ですね、インドネシア中央政府から独立闘争をやってきた、それが、まあ、若い迎えたんだけれども、その津波の、大災害があって、そして今度アチェの自治権を認められたアチェの政治とはが今度は抑圧的な、あるいは、他者に対する、まあ、非寛容な政策を始めて、非常に、まあ、新たな、他者に対する排外的傾向が出てきているという新たな問題に直面しているということですね。でちょっと一つじゃちょっと質問させていただきたいんですけど、さっきパンクのお兄ちゃんたちが丸刈りさせられてたっていうかわいそうな写真だったと思いますけれども、ちょっともう少し聞きたいなと思ったのはね、この強い、まあ、イスラム規範あるいはアチェ、今までインドネシア中央政府から、まあ、迫害され、押さえつけられたアチェが、その今、非常に不寛容になっている。でその対立する政治グループも出てきていると。でその押さえつけている、あるいは
アチェ主義って言っていいんでしょうかね、そういう力を、まあ、こう行使しようとしている人たちっていうのはの背景って言いますかね、どういう人たちなのか、どういうグループなのかってもうちょっと知りたいなと思ったんですけど、基本的に今完全に優勢っていうのか支配的になっているのは自由アチェ運動の、うん、ですで、自由アチェ運動もただ分裂しましたので、その優勢な人たちですね、うん、で、うん、彼らは今の州知事であり副知事であり議会に 議長でありっていうような人たちで、まあ、多くは上から下までですね、上はスウェーデンに亡命してた人たちで、一番下っ端は、ゲリラ戦を戦ってた人たちという人たち、その人たちのと、まあ、対立党派も出てきてるわけですよね。だそしたらそのもともといた人たちというかその主流派っていうのは何でしょう、その利権争いをやってるわけですね、その2つの党派っていうのは、あるいは何かイスラム教の教義の違いとか民族の違いとかっていうことなんでしょう。宗教的にも民族的にも全く違いはなくて、まあ利権争いだと言っていいと思います。ただ、新しくその分裂したグループっていうのはちょっとさっきも言った通り、今のその自由アチェ運動の主流派っていうんですかね、指導層があまりに人権過去の人権侵害の追及をしない、人道支援とかのそのお金を懐に入れてしまう、事業を独占してしまうということで、それに対して一体自分たちはどうして戦ってできたのって、これじゃあ戦ってきた理由がないじゃないかと、こんな一部のエリート層のために自分たちは命を懸けてきたわけではないと考えて、自由アチェ運動に見切りをつけた人たちなんですね。だからそれがその対立する派閥ということになります。今までの報告でもありましたけれども、その政治的な対立というものがいとも簡単に日常生活のレベルで正しい振る舞い、正しい価値は何かというようなものの考え方の違いに転換されていくことで、人々の暮らしが生きにくくなっていくというようなところも含めてお話しいただいたかなというふうに思います。ありがとうございました。第1部の最後になりました。毎日新聞外新聞の米村光一さんに、2010年から12年にかけて12年ですね、反日デモについてお話をいただきたいと思います。米村さんは1972年、熊本の生まれ、で毎日新聞社に入られた後ですね、2010年4月から2013年3月まで、北京特派員にとして赴任をされておられました。それから中国問題だけではなくてですね、朝鮮半島、特に 北朝鮮の、取材でも非常にスクープを連発されておられました。で今日はですね、ちょうど赴任されてた時に、まあ、取材を現場でされておられた反日デモから見える考える中国というテーマでお話をいただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。すいません、毎日新聞の米村です。今ご紹介いただきましたように、2010年の4月から13年の3月まで3年間北京にいまして、中国半分、北朝鮮半分で取材していて、北朝鮮に関してはアジアプレスの石丸次郎さんの報道をベンチマークにして追っかけたつもりだったんですけれど、まあ、それにふさわしい仕事はできずに、達成できずに残念ながら去年帰ってきました。で、まあ、去年帰ってきたからも、ちょうどやはりあまりにも日中関係、日韓関係が悪いというので、うちの会社で、まあ、臨時日中韓という企画を始めまして、まあこういう企画なんですけど、まあ、その企画でメンバーとして参加したので、ずっと、まあ、このナショナリズムの問題については考えてきたというような感じです。で、まあ2012年のデモなので、まあ、新聞記者が話すにしてはちょっともう2年も経って古いんですが、ただまあ一番分かりやすい図ではこの海上保安庁 のデータでも分かるように、この赤いのが、こう棒グラフが
中国側の公船が尖閣の領海に侵入している数を示すんですけれども、2012年のその9月、いわゆる国有化と言われている尖閣の土地を民有地から国有地へとその切り替えた時以来、ずっとこういう状況が続いています。そういう意味では古い問題ではなくて、日中の関係というのは、首脳会談も行われていませんし、現在進行形の問題だというふうに思います。で、中国については私がどれぐらい理解しているかというと心もとないところもあるんですけれども、ただ、報道に携わるという意味では、何か起きた時に僕はその場にいたんだというのがそれなりに説得力を持つと思いますので、ちょっとその時自分がどう感じたかということを中心にご紹介したいと思います。で、最初にやっぱり強調したいのは、2010年にもデモがありました、反日デモがありましたし、当然中国歴史問題がありますから反日感情っていうのは多少ずっとあるものなんですけれども、2010年と2012年では住んでいて実感がだいぶ違うんですね。で、2010年っていうのはこういう経過をたどって、尖閣の領海内に中国籍の船が入りまして、でその船長さんがこの船とぶつかって、で逮捕されて、でそれについて中国政府が非常に反発をして、でそれを受けて反日デモが起きたというような状況だったんですけれど、当時の報道を覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、多分テレビなんかではかなり激しく反日デモがあったっていうのが報じられたと思うんですが、私たちの新聞も報じたんですけれども、実際には、ご所存通り中国は自由にデモができる環境ではないので、どこのデモは許容されて、どこのデモは許容されないかっていうのが僕ら取材しても分からないんですね。で、デモがありそうだっていうのは、今はもう中国はインターネットがものすごく発達してますから、ここで集まろう、ここで集まろうっていうのがネット上であるんで、そこを目指して僕らは行くんですよ。そうするとやってるところもあるし、やらないところもありまして、要は2010年に関しては日本メディアが一生懸命やった反日デモの報道っていうのは、僕ら中国駐在の記者が必死で中国全土を飛び回って探したんですね。で、私は運が悪くて、湖南省の調査と南京とあと1か所、3か所飛行機でバババッと飛び回ったんですけど、これ全部空振りだったんですよ。で、他の記者は内陸部でいくつか大きなデモがあって、それを取材ができたというような状況があって、で、北京の街中の雰囲気っていうのも特に何か違うというのは全く感じなかったんです。ところがやっぱ2012年に関しては、だいぶ雰囲気が違って、で、なんか僕に最初に異変を知らせてきてくれたのは、北京市内の行きつけのラーメン屋の中国人のおばさんだったんですけれども、日本に長くいて日本で、覚えたラーメンの技術で北京でラーメン屋さんをやってたんですね。そしたらいつも仕事終わったらそこで食べてたんですけど、おばさんがこう横にやってきて、米村さん、今回はどうも違うよと、雰囲気がやばいよっていうふうに言うんですね。で、どういうことなのかなと思ったんですけれども、確かに、そのちょうど国有、いわゆる国有化っていうのが9月10日11日だったと思うんですが、これがその後すぐ起きた北京大使館前のデモなんですけれど、やっぱりその北京市内で、私だけじゃなくて北京に長く十何年住むような日本人で中国語完璧に話す人たちとも話したんですけど、北京市内で日本語を喋りにくくなったのは初めてだと多くの人が言っていて、で本当に日本語で喋りながら街を歩いているとパッと見られるようになったんですね。今までそんなことなかったんですよ。で、それまではそんなことがなかったんですけれども、で、タクシーもよくその中国で、タクシーの乗車拒否が日本人だからといって乗車拒否があったなって話は昔からあると思うんですけど、僕は留学も含めて4年間住んでて、この2012年だけあるんですね。他の人も多くの人はそうだと思います。普通そんなことはないんですけど、2012年には
タクシーに乗ろうとしたら、やっぱり僕も中国語はそんなうまくないので、発音で外国人だと分かりますね、と、まあ、どこの国に見えたと、で、日本人だって言ったら、ちゃんとじゃないって言われるっていうのが2012年にはありました。で、まあ、そういう雰囲気だったんですけど、まあ、これが北京市内のデモの、大使館の前のデモの写真で、まあ、一番大きなプラカードは、釣り魚島、つまり尖閣から日本は出ていてと、で、日本人は中国から出ていてというようなプラカードで、まあ、プラカードも過激だし、かなり言ってるあのスローガンの中にも、死んでしまえみたいなスローガンも結構ありました。で、まあ、これだとこの真ん中のやつは、政府に日本との開戦を求めるというスローガンですね。で、まあ、北京大使館の前で、メディアの日本、その中国政府としては日本メディアにはこんなに大変なことになってるよっていうのを報じてもらわなきゃいけないので、日本の記者を集めてここに、警察官を武装警察を並べてここで取材させてたんですけれども、こんな感じで、で、まあ、ガンガンこれぐらいの石が飛んでくるんですね。で、これぐらいの石、まあ、大体拳台ぐらいなんですけど、ヘルメットかぶってないとちょっと怖いというような感じでした。で、まあ、大使館の周りに日本料理屋さんっていうのはみんなこういうふうに、我々は釣り魚島について、中国の立場を支持するというのを張り出さないと壊されてしまうので、みんなこういうことをやっているような感じでした。で、まあ、その後僕は、瀋陽の方に移りまして、瀋陽、ではそのデモ隊の中にずっと入って、一緒に行動してみたんですけれども、まあ、その時にも、まあ、中国が大きく立ったら、東京は13億で踏み潰せるとか、そういうようなことを言っている人がいたり、で、その前一方で、まあ、大体20代前後の人たちがこう見ても中心ですけれども、実際非常に若い人が多くて、で、まあ、こういうふうに携帯で仲良く話したり、相当楽しそうにデモに参加しているというような状況でした。で、まあ、このままずっとデモ隊はで歩いていくと、途中途中 の, その道路のコーナーコーナーに、公安の警察官の人が立っていて、瀋陽総領事館の方に誘導するんですね。こっちですよ、こっちですよと。で、それで、まあ、それに乗ってずっと行きますと、領事館のところに着いて、で、まあ、途中こういう日本料理屋さんがあると、この日本料理屋さんを壊しちゃいけないということで、まあ、武装警察が一生懸命守ってるんですね。で、まあ、これが瀋陽の総領事館ですけれども、まあ、みんな準備されているそのインクだとかレンガだとかを一斉にそのデモに参加した人たちが投げているという状況でした。で、まあ、やっぱり一番そこで印象に残っているのは、若い参加者たちがすごくゲームみたいだねって言って楽しそうにしているというようなところがちょっと印象に残っています。で、まあ、自分でもそうずっとデモ隊について回ったりしながら、2012年と2010年がどれほどなんでこんな違ったのかなっていうのを考えたんですけれども、それでもう一つ、そのこの時期に割といろんなところでちょっとずつ中国人に意地悪をされたんですけれど、その一番宣伝されている、関心するほど宣伝されていた意地悪っていうのはですね、大連にケンピンスキーホテルというところがありまして、五つ星ホテルなんですけれど、でそこで国際会議があったんですね。で、国際会議があって、日本と、日本メディアと北朝鮮に関連する国際会議だったので、日本メディアと韓国メディアがそこにわっと集まるんですよ。だ、そこのホテルのボーイさんがみんなそれぞれ、あんたは日本メディアか韓国メディアかって聞くんですね。なんでそんなこと聞くのかなと思ったら、その後ですね、日本メディアにはダーッと水が配られてるんですよ。で、韓国メディアにはお茶とケーキが配られてですね、その時にはあんまり嫌な感じというか、その
本来するべきサービスではなくてより上のサービスを他の人にすることによってちょっと意地悪してみるというすごい洗練されてるなと、そのおそらくホテルマンとして のサービスをしなきゃいけないという職業意識と、日本人にはちょっとこう意地悪をしなきゃいけないという愛国心とでこうバランスを取ったのかなと思いますけれど、でまあ、要は2010年と2012年のその違いなんですが、まあ、2012年のデモはまあこういう経過で、最初に4月に東京都の石原知事が尖閣諸島を購入っていう話をアメリカでの演説で表明して、でその後、まあ、7月に野田さんが国有化への意欲を示して、で9月9日に胡錦涛さんと APEC でウラジオストクで開かれた APEC で野田さんと胡錦涛主席が立ち話をするんですが、その時に胡錦涛さんは絶対やめてくれっていうようなことを言うと、ただもうその時には決まっているので翌日、9月10日に購入を決定で、11日に、売買契約を締結というような流れでした。でまあ、それに対して、中国側がどういう反応をしたかというと、まあ、これが9月11日の夜の中国中央テレビの一番最初に出てきた上から5番目までが全部この尖閣国有化問題に関するニュースなんですけれど、そのトップで出てきたのがこの全国人民代表大会の外交委員会、の声明というのが流されていて、で、まあ、さっと長いですけど読みますと、まあ、日本政府は中国側の強烈な反対を顧みず自由を一番および付属投資の購入を宣言したと。これは日本側が中国の領土主権を公然と侵犯したものであり、中国人民の感情を傷つけ中日関係を損なう厳重な事態である。で日本は世界の体制をよく知るべきだと。今の世界はすでに列強支配弱肉強食の世界ではないと。さらに今の中国は貧しく弱く他国に分解された中国ではないというようなことを言っています。で、まあ僕はすごく、まあ、ここだけをポッとピックアップしたのはやっぱりすごく受け止めで、中国側の受け止めとして特徴的な部分があるなと思ったんですけれども、で一つは日本側からしたら単に民有地を国有地にするというペーパーの問題であるにもかかわらず、非常に持っているものを奪われたと、で権利を侵害されたという言い方を中国政府がしているという、でそれともう一つは、まあ、歴史的な屈辱っていうものと結びつけて、その一方で今の中国の強さで力っていうのを国民に思い起こさせるような内容で、出している。で、まあ中国メディアの友人なんかに聞いても、その後9月11日ぐらいからはこう洪水のように日本関連の報道をしろっていうような指示が出ていたそうで、で、まあ、共同通信がその後ちょっと特ダネっぽく出していたんですけれども、やっぱ中国共産党の宣伝当局っていうのが、まあ、歴史的経緯っていうのと関連させてこの釣魚島尖閣の問題を報じろっていうような指示を出していたというような報道が共同通信で出ていました。で同時にすごくあれも相当影響あっただろうなと思うのは、CCTV とかそういう中国のテレビ局で、尖閣の話を報じると、その後に、バラエティっぽくとまではいかないんですけど、まあ、自衛隊と人民解放軍戦えばどっちが勝つみたいな、そういう報道がすごく多かったんですね。でそういうのも影響を与えたのかなと思います。で、まあ、これもよく言われていることではあるんですけれど、これは中国の歴史認識がどう作られるようになったのかという在米中国人のワン・ジョンさんという方の本からパッとピックアップしたんですが、まあ、90年代以前は、階級闘争、だから労働者の農民たちがブルジョア階級と戦うというような歴史観だったので、あんまり中国側が被害者っていうのを強調しなかったんだけれども、やっぱ天安門事件以降、中国共産党の正当性を主張するためには国外の敵との戦いとかナショナリズムを重視するようになっているというような話がありまして、でやっぱその時にすごくその、歴史的な屈辱っていうものを強調するようになったというふうに言われていて、まあ、多分実際そういうところはあるんだろうなとい
というふうに思います。でそういう意味でこの被害者意識でそのもう国の恥を忘れなっていう被害者意識を強調する教育と同時に、まあ、GDP で日本を抜いて世界第2位になって北京五輪上海万博を成功させて、自信をつけていた中国っていうところがそこに、まあ、日本側から国有化というボールが投げられて、まあ、それが、まあ、過去の屈辱を思い起こさせてでそれで、まあ、中国の現在の力を見せつけたいというそういう、まあ、みんなの欲求を煽るというところにピタリとはまってしまったんだろうなというふうに思います。で、まあ、もう一つそこの場にいての実感なんですけれども、被害者意識っていうのがいかに危険かっていうのを自分でも実感したんですが、あの場にいるとですね、やっぱり反日デモっていうのは日本人の記者にとっては全然一言じゃないので、自分に向かってくる言葉のように受け止められますよね。そうすると、だんだん腹立ってくるんですよ。だんだん客観的には見てないんですね。で、まあ、ホテルなんかで宿泊拒否を日本人だということでされるという例も、1回だけですけどありましたしで、どういう気持ちになっていくっていうとやっぱこれはアンフェアだろうという気になるんですよ。だって国有化なんていうのを紙の上でのパッパッてやったことで、僕ら日本人が中国にいる日本人が相当な恐怖感に襲われてで日本のスーパーが打ち壊しっていうか略奪にあったりするわけですね。でそのイーブンじゃないという彼がどんどん溜まってきてですね、で反日デモとか取材しててもこれから取りに行くぞとかって釣り用島を取りに行くぞとかっていうスローガンが鳴ると心の中で来るなら来いとかって言ってる自分に気づいたりするんですね。で、その後ある日僕はフランス人の友達の家から出てきたところで神さんと一緒だったんですけれども駐車場の管理人さんが突っかかってくるんですよ。日本語喋ってたんで、お前日本人だろうと、で島はどっちのものだと思うんだと、なんで中国のものにイチャモンつけてくるんだって言ってくるんですね。そしたら僕なんかポンと切れちゃってですね、でそんなものあの島は日本のものに決まってるだろうって怒鳴りつけてたんですよ。で、まあ、うちの神さんは韓国人なので当然そこの領土の問題については僕よりはるかに冷静なんで、で帰りに歩きだからあんたこうちょっと赤鬼みたいな顔してたのよとで、まあ、あんたの愛国心は尊重してもいいんだけれど発揮する場がちょっと違うんじゃないって言われて非常に恥ずかしい思いをしたんですけれど、でやっぱそのまあどっちもどっちで片付けるっていうのはあれおかしいのかもしれないんですけれど、やっぱ非常にその雰囲気に煽られて被害者意識を増幅させるっていうことはとても双方にとって危険なことだなというのを身をもって感じました。ただまあ幸いなのは非常に中国で その反日感情っていうのもそこまで僕らが強く感じたのも一過性のものでした、ね、だったんで、まあ最後に一瞬明るい話をしたい方がいいと思うのであれなんですけど、まあここに書いてある通り非常に今年は中国から観光客が日本に来る人も非常に増えているというようなことで、もちろん2010年に比べて2012年というのは反日感情を僕らの実感としても広がってはいたんですけれども、それでもやっぱりあくまで点は点なんですよ。で、幸いなことに大きな怪我をしたり亡くなった日本人もいないし、この問題について血がお互いに血が流れたということは今のところないので、まだマネージできている状態ですから、とにかく領土問題というのは解決が難しいですけれども、とにかく血を流さないで、管理しながらいけたらいいなというふうに思っています。以上です。という言葉そのものに、不本意にも自分自身の心が揺さぶられたという言葉は非常に重いというふうに思いました。そのいろいろな今のお話を伺っていると、情報というものをどういうふうに読み解くかということ、それからメディアの役割というのをそのいろいろ考えさせられたように思います。情報はマスメディアから、政府から、そして自分の顔見知りの人からさまざまな形でもたらされるわけですけれども、それをどう読むのかというところで、先ほどのホテルのサービスのお話はそのある種のメッセージを柔らかな気持ちで受け止めるというそのコミュニケーションの技術
のところで実は解決できる問題も大きいのかなというふうに、少し思った次第です。はい、私も中国ですね、100回近くの取材で行ってきてまして、非常に興味のある分野対象なんですけれども、ちょっとね、根上さんお聞きしたいんですけど、2012年もう日本でものすごい報道されましたよね。日本の、工場が襲撃され焼かれ、スーパーが破壊されっていう映像がたくさん出ました。で、現場で実際取材されてて、まあ、いろんな報道実際あったんだけれども、完成デモの部分と、それからもう中国政府自身が統制できないでいる部分みたいなところがあったと思うんですよね。両方が併存してたと思うんですけれども、それが2012年とだいぶ違うんだろうと。それから先日ベトナムで逆に、同じように領土の問題で、中国の企業がベトナムに進出している企業が、襲撃されるというようなことがありましたけれども、非常に構図はよく似ていると思うんですね。その辺のその完成、つまり世論を誘導して、反日、のムードを高めていく、であるいはご指摘がありましたけれども、国恥から解放した中国共産党というイメージ、それに戦っているんだという、現在進行形が戦っているんだと、でそこにも誘導していくっていう。だけどそう簡単に今の中国の若い人たちもコントロールされない人たちでもあると思うんですね。2012年の現状と最近の傾向についてはどう思われますか？そうですね、まあ、完成デモかどうかというのでは、まあ、かなり完成デモだというのは間違いないというふうに、まあ、実際そういう状況を見たので、そう思うんですけれど、まずその、なんだ、煽られないという意味で言うと、煽られない人がインテリでは圧倒的に多いんですよね。で、みんな僕らが話仲良くするようなインテリの中国人の友達は CCTV なんか信じないとか見ないとかって言うんだけれども、それにしたら時は CCTV なりその国のメディアが流した情報っていうので煽られている人が一定の割合いたなというふうに思います。と、まあ、完成デモであるのはそのもう、まあ、実際いろんな人で香港人なんかでわざと参加した人たちが、最初から参加した人たちがたくさん書いてますけど、まあ、バスに乗せられて、おまわりさんにこういうプラカードを持てって言われて、やってるんですけど、まあ、信用でどういうことになってたかっていうと、そういう中核になる数百人っていうのは間違いなく誰かが作るんですよね。まあ国が作るんですけど、でその人たちが街中を歩いて参加しろ参加しろって呼びかけた時には、あ、楽しいなと思って乗ってくる人がやっぱり5000人1万人といるって、そういうような感じだったと思います。うん、でその5000人1万人っていうのは何だろう、中国当局は計算の範囲内だったんでしょうかね。あるいはその僕の非常にエスカレートした現場の様子なんかっていうのは、生徒とか西安なんかでは死者が、その中国人の死者が出たりしてるので、コントロールをちょっと超えたっていう部分はあるんだと思いますけど、全体として中国共産党は俺は自分とこの国民をコントロールできると自信持ってるんだろうなと思いましたね。だから信用でも、だからある時間になったら、はい終わりだよとこう言うわけですね。でみんな盛り上がってるんだけど、それはもう全部、はい、総領事館には行けませんっていうふうに、さっきの写真時間がなくて説明できなかったんですけど、警察官が信用総領事館に行くのをブロックしてですね、終わった時間帯には。でそれでも騒ぎ続けた人はやっぱ最後は数人ずつは捕まったって聞いてるので、地域によるけどもかなりまだコントロールできるという自信があるのかなという印象です。なるほど、米村さんどうもありがとうございました。米村さん含めて、4人の方へのですね質問を、受け付けます。この休み時間の間に質問用紙に書いていただいて、スタッフにお渡しください。それからちょっと本の販売のお知らせです。今日関連するテーマの本を3種類持ってきております。ちょっとアジアプレスと関連する本ばっかりになっちゃったんですけれども、一つは、9月東京の路上でという、本です。これは1923年に起こった関東大震災の時の朝鮮人虐殺について、書かれた加藤直樹さんの本です。今この日本の中でレイシズム、あるいはヘイト行動が非常にですね活発になってきている中で、実際に我々がこの
事態の拡大を考えるときに非常に教訓をもたらしてくれるのがこの関東大震災における朝鮮人大虐殺だと思います。現場をですね、虐殺の現場をずっと歩いて書かれた本です。それとそれからご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、日本には今200人余りの脱北者が来ておりますけれども、日本に来て初めて大学生になったリハナという、女性の脱北者、今30歳ですけれども、彼女が日本に来て感じたことですね。日本に来てなかなか北朝鮮から来たっていうことをカミングアウトできない、そういう心情を綴った本、日本に生きる北朝鮮人。それから私たちアジアプレスの方で北朝鮮取材をずっと長くやっております。北朝鮮内部の人たちと結びついて北の中の状況を伝えておりますけれども、その北の人たちの取材をもとに作っているリムジンガンという雑誌、後ろの方で販売しておりますので、ぜひご覧になってください。それでは、総合司会の方に、はい、そうしました。これで第一部終わります。ただいまより10分の休憩に入ります。休憩時間中に質問票をスタッフの方までお渡しください。それではこれより第二部を始めます。質問票は一応ここで、締め切りましたので、また質問がある方は後半の、総合討論にて、また挙手でお願いいたします。それでは第2部は、コメンテーターの、3人の方に、ご登場、いただきます。それでは早速第2部を始めたいと思います。第2部最初のコメンテーターは NPO 法人 FMYY のキム千秋さんです。キム千秋さんは神戸を中心に多様なルーツを持つ人々が共にあって生きやすい社会、街というのをどのように作れるかという課題に長年取り組んでいらっしゃいました。今日はそのあたりの経験を踏まえてコメントをいただけると伺っています。それではよろしくお願いいたします。10分っていうふうにお聞きしていますので、DVD も最初のところの、95年1月17日の DVD の、 短いものを持ってきたんですが、ちょっとそれはやめまして、お話だけにさせていただきます。で早速この先ほどコマーシャルしていらっしゃいました本は買わせていただきました。FMYY というのは大変これと関係があるということと、それから入り口のところにレイシズムについての、レイシズムに失礼しました、ヘイトスピーチについてのいろいろな番組を今春そして夏っていうふうに、音声とそれからまたテキストファイルだったりウェブの方で、放送をいたしておりますので、ぜひまた FMYY の方の番組も聞いていただければというふうに思います。ではお願いします。これが私の来ました、神戸長田の場所なんですけれども、アニメーションやってます。あそこの赤丸のところなんですが、これがカトリック高取教会、名前を聞かれた方もあるかもしれませんが、95年の阪神・淡路の後に教会の中に NPO 法人の、多様な人々がさまざまな活動する市民活動の場所として、カトリック高取教会の中に高取コミュニティセンターというのが生まれまして、そしてその95年の時から放送ということを聞いてやってきているのが FMYY です。そしてまた赤い丸で囲ってあるところと、その、北側にありますこの大黒公園、ここまでが、南の方、ちょっと上下が反対になっているんですが、南の方が阪神高速ですね、よく倒れたっていうふうに出てくるところですが、ここから、斜め上の方が、一駅向こうの新長田という駅なんですけれども、その駅から東山に向かって全焼地域、全部焼け野原になったというところです。そこからやってまいりました。次お願いします。で、これが内部なんですけれども、いろいろなところで、JICA さんの研修とかである時にポイントを持ってこなかったんですけれども、これが、
こちらの方 の、 高取教会の神父であったという神田博士さんです。そして黒いスーツを着てらっしゃるのがこ の、 ペーパードームとかそういったところでかなり有名になられました坂茂さんですね。この3月に、プリツカー賞というのをいただかれました。続きどうぞ。そういうところで私たちがこういう活動を始めたのは1月17日、先ほどの2004年のアチェの、津波、そこからやっぱりいろいろなことが ありがとうございます貸していただきました、始まったということだったんですけれども、私たちもやっぱりこの震災から新しい活動が始まりました。次お願いします。でそこの中の言葉としては、一人も取り残さない、一人一人を考えるっていうようなところ。次お願いします。で、皆様もよくご存知かもしれないんですけれども、阪神淡路っていうのは、来年で約20年前になります。そして1月17日の火曜日、成人式のあくる日ですね、連休の後の火曜日で朝の5時46分であった。このやっぱり朝っていうことと連休明けっていうことも大きな関係があります。続いてお願いします。でこれが先ほどきれいな近代的な建物でしたけれども、これ全焼地域になったっていうところで、これが夕方の写真ですけれども、一駅 JR の向こうからずっと燃えてきてしまって、夕方にはもうここが、ここまで燃えてきた。それは消火ができなかったということになると思います。次お願いします。でこれが奇跡のキリストと言われたキリスト像ですが、下に多言語でそのメッセージが書かれています。教会の建物があって、塀があって、道があって、家があって、道があって、家があって、道があって、家があって、すべて燃えてしまったというところです。どうぞ、次の。で、こういう災害とか震災っていうのですが、日本の中では3つだけ震災、地震について、何々沖地震という名前の中の3つだけはこの大震災という、まあ、愛称というか、そういう名前で呼ばれるようになっています。でこういう災害っていうのはいろいろなものを破壊します。もちろんライフラインが寸断されるですけれど、それだけではないっていうことを、私たちはいろいろなことで知っていくようになりました。例えば先ほどの本にあります関東大震災、クリックお願いします。正確な情報がなかったということでこの大虐殺っていうことが行われたということになります。私もびっくりしたんですけれども、その当時ラジオもなかった、新聞だけであった。一つエピソードとして、もしかしてここにも書いてあるかもしれないんですけれども、家のところに丸とかペケとか三角とか四角とかいろいろな小さいマークがついていたそうです。で、これで、あ、ここは襲撃されるとかいろいろ朝鮮人がそれをつけてたっていう話で、まあ、大虐殺があったと思うんですけれども、それは実は新聞を、読売新聞を、毎日新聞を配るための印だったというのも聞いています。で、95年。クリックお願いします。でここでは公助だけではなくて自助ということで市民活動の必要性が出てきて、そして東日本の大震災、ここでは幸せの哲学、一体どういうことが幸せなのかということを考えるようになりました。続いてお願いします。時間がなくなってきたのでどんどん行きたいと思うんですが、アニメーションどんどんやっていってください。ここの中で阪神淡路でどういうことかっていうのが、この3つ合わせると 95% で、続いての 2% ちょうど通りかかった人と専門家が一緒の救出だった。次お願いします。で次もどんどんお願いしますが、ということを考えてみると、一人一人の力をつけていく、知恵をつけていく、これが、先ほどのジェノサイトとかいろいろなことを防ぐのではないかというふうに私自身は考えています。次お願いします。地域社会の中でポン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 と、すいませんお願いします。実はこういうアニメーションを使ってたの良くなかったなと思いますが、続いて飛ばしていっていただいてもいいんじゃないかなと思いますが、このそういう知恵を育むためにはこういうシンポジウムもちろん重要なんですが、多様な人々をつなぐための活動、表現活動、これをですね、年齢さまざま、学校に行かない人も子どももいろんなところでさまざまなものを作っていく必要があるんではないかなっていうのは思います。知識を得るっていうことが大変重要、それも年齢5歳の子から80の人までさまざまなそういう知識を加えていくっていう必要がある、あると思います。でそれがですね、その場所としてラジオっていうものを使っているっていうのが FMYY です。次お願いします。でこういう免許を取っていった、次もお願いいたします。
こういうところにある記憶の中にあるこの写真というのが次お願いします。これがですね、関東大震災とよく似ていたっていうことですね。ここでジェノサイドが行われてた、誰が被害者だったか、在日コリアンですね。続いてお願いします。で、それは神戸の中のやっぱり被害が甚大であった戦争ということも考えられると思います。戦争でも同じようなことが起こるんだ、自然災害ではないということも知る必要があるということで、続いてお願いいたします。で、どんどん出していっていただきたいんですけれども、次もお願いします。この時にラジオっていうのを使った、安心確認とか安否確認とか心の癒しとか様々なことでやったということで、お願いします。日本の中の問題、これですね。もしかしてあの時みたいに70何年も前だけど同じようなことが起こるんじゃないかっていう心の傷っていうのをちゃんと解決していなかったっていうことが大きいと思います。アニメーション飛ばしてどんどん言っていただければというふうに思います。で、こう汚せよっていう呼びかけで始まったのでFM 汚せよ、そしてこれだけだったらそれでおしまいなんですが、次もお願いいたします。続いてはコリアンがコリアンのためではなくって他の人のこともあるよって気づくっていうところが大変重要かと思いますね。他の自分とは違った状況の人のことを気づく、気づきから様々やっていくっていうことが大きいと思います。お願いします。で、そういう中でこれは一部 FMYY のいろいろな場所なんですが、年齢様々、やることも様々っていったところですが、次もお願いいたします。このその後も様々に災害っていうことでいろいろな新しい文化も生まれ、思想も生まれるっていうことをお伝えしていく中に、だけどこの中でどんどん写真をお願いします。こういう文化で人を癒すっていうことも大変重要なところ、音楽でも癒されるし、別にこのおばあちゃんこのクラシックが好きっていうわけではなくて伝える必要があると思います。そういう中でペインティングとか宗教も超えて、他の地域からの文化もありながらっていうことですが、最後のページをお願い。あ、これはだから私たちはこういうことも知らなかったっていうことも知っていく必要もあり、ずっとお願いします。で、時間が過ぎると様々なことが行われるということと、これが最後のページですが、この神社の中で市場の中でこういう多様な人たちが多様な子どもへのいろいろな知識、これは地域の人がこういう神社の中でさまざまなことを行っていくことで人が人をつなげていく、すいません、これの一つ前に戻していただけますか。これですね、在日コリアンの朝鮮の文化のこういう踊りがあり、それを和太鼓の人がいい、この人はパフォーマーとしてドラマーなんですけれども、そしてさっき踊っていた若い女の子はジャズダンスだったりブルヒックダンスだったり様々なことをやる、そういう人たちの出会いを作るっていうことが一番重要な、レイシズム、ジェノサイド、そういったものを日々の中で抑えていく一つではないかっていうことをお伝えしたくてやってまいりました。以上です。ありがとうございました。いろいろと、印象的な言葉を今聞けたかなというふうに思います。その過去の教訓というのをきちんとその検討して学んでこなかったとか、それから、コリアンによるコリアンのためだけではなくというのは、別の言い方をすれば自分以外の人のことを考えることが自分のためになるという気づきだったように思いますし、何より印象的だったのはその表現をする場、表現の仕方の多様性というのをその作るということが重要ではないかということで、まさに今そのラジオを中心に社会に働きかけてらっしゃるという立場だからこそ出てきたお話かなというふうに思いました。ありがとうございました。それではコメンテーターの3番目、朝日新聞の、武田はじむさんです。よろしくお願いいたします。で、武田さんは朝日新聞社会部の、記者として、これまで、日本の、ヘイト行動あるいはレイシズム団体の、外戦乗戦行動ですね、そういうものをいくつかの時点で取材を熱心にされてこられました。それでは武田さん、よろしくお願いいたします。朝日新聞の社会部の記者で武田と言います。今日はこういう機会
いただきました。ありがとうございました。先ほどちょっと過分な紹介があったんですが、まあ、私今大阪の社会部で遊軍という、まあ遊軍というのは、まあ、持ち場を決めずに何でも取材するというところなんですが、まあ、そこにおりまして、まあ、主に原爆とか戦争とかですね、そういったテーマを、まあ、取材をしてきて、まあ、その、まあ、傍らちょっとヘイトスピーチの問題にも足を突っ込むという形で、ちょっと非常に中途半端で、私が、まあ、そんな専門的なことでもないんですが、まあ、先輩の業績も含めてですね、ちょっと紹介していきたいと思うんですが、一つもうここにおられる皆さんの中では、このヘイトスピーチという、まあ、今ではもう誰もが知ってる言葉になってるんですが、これの言葉のがどこから一般的に通用を始めたかというのを、まあ、多分ご存知だと思うんですが、去年、3月にですね、朝日新聞の、社会面で、殺せ連合、デモ横行、言論の自由か規制対象かというこういう記事が載りまして、これは東京本社版で、まあ、書いたのは私の先輩の石橋秀明さんという記者なんですが、これが実は全国紙にヘイトスピーチという言葉がですね、この憎悪表現という言葉とともに紹介されて一番最初です。だから実はこの問題というのが大きな場で議論されてっていうのは、まあ、最近のことで、まあ、それは実はメディアとしてこの問題を取り組み始めたのがもうようやく昨年の3月だったというちょっとことを示しているんですが、例えば、今この関西の関係で言いますと、2009年に起きた京都朝鮮学校の、まあ、初級学校への襲撃事件っていうのがあったと思うんですが、これは在日特権を許さない市民の会という、まあ、グループが、その学校の前に行ってもう授業ができないほど の必要さで、まあ、ヘイトスピーチを繰り返したということなんですが、これは2009年の段階ではもうほとんど報道されてません。朝日新聞でも地方版だったか、まあ、あるいはちょっと載ってないかもしれないんですが、まあ、そのようにちょっと取り組みが非常に、ちょっと遅れたというかですね、まあ、その2009年時点ではこの、まあ、街頭でですね、まあ、在日の人たちに対して、まあ、国に帰れとかですね、あるいは、まあ、この段階で、まあ、死ね殺せまで、言ってたかどうか分かりませんが、まあ、そういうスピーチをすることが、もうどう捉えたらいいのか、まあ、私たちも分からないという状態でした。まあ、それを、まあ、先駆けてというか、まあ、ちょっと遅まきながらですが伝えたのが去年の3月です。そこから、まあ毎日新聞とか東京新聞とかあるいは、まあ、TBS、NHK が取り上げる中で言葉が定着をしていきました。まあ、特に大阪の関係で言えば毎日新聞はもうこのヘイトスピーチの連載何度もやってますので、すごく朝日新聞以上に取り組んでるということはちょっと言っておきたいと思うんですが、私が、まあそういう先輩の築いた土台の上にやってきたことっていうのはですね、主にこのヘイトスピーチの担い手、どんな人たちなのかということを、まあ非常にちょっと限られた母数でしかないんですが、やってきました。まあ、直接そのデモ参加者に話を聞くということとですね、あと今私ちょっとツイッターをちょっと実験的にやってるんですが、このツイッターを通じてですね、まあこういう在特会とかのヘイトスピーチのデモを支持したり、あるいは支持しなくてもですね、このデモがおかしいということに対して攻撃するという動きがたくさんあるんですが、その
人たちに、まあ、直接、会って取材するということをしてきました。ツイッターは私が、まあ、フォローして、まあ、相手もフォローするとダイレクトメールっていうのを送れるんですね。それで連絡を取って、会っていったりしたんですが、そこですごく、まあなんとなく言われていたことだけど自分で確かめられたのは、もう実はすごく、まあ、普通の人という表現でいいのかどうかわからないんですが、ごく隣にいる人たちがそういう、参加するデモに参加する人もいればしない人もいるんですが、その担い手になっていると、特に私が、会った印象深い人の中には、ツイッターでマルコさんという名前で、つぶやいてる人がいるんですけど、それが何か、深夜にですね、女性の方なんですが、もうずっともう在日コリアンとかですね、韓国、中国と、あと朝日新聞の悪口をつぶやき続けてるっていう方なんですが、実際会ってくれるっていうので行くと、2人の子供がいる主婦で、旦那さんもいらっしゃってですね、そういう例えば安田光一さんはネットと愛国の中で、そういうこういうものに参加する人の中には、いわゆる承認欲求っていうのが満たされない人というかですね、社会の中でちょっと寂しい思いをしているというかですね、誰にも認められないという、そういうものを抱えている人ということがちょっと印象に残ってたんですが、実際もあった方っていうのは、そこはもう満たされている方でですね、でもなぜこんなことをやってるのかっていうのを聞くと、その半年前にずっとネットを見てた時に、韓国、中国というのがいかに、ひどいことを日本にやっていたかっていうのが分かったと、あと日本での、その教えられた歴史というのが、日本が悪いと教えられてきたけど、実はそうではなくて悪いのは中国、韓国だったと、その人たちの理屈っていうのはたくさんあるんですが、簡単に言えばそういう、要するに自分たちが被害者なのに、攻撃されてると、で自分たちが、攻撃、やられっぱなしではもう大変なことになるという、そういう危機感から、個人的にこういうツイートを始めたと。でなぜ深夜しかやってないのかというと、ちょっとこれ分かったんですが、旦那さんっていうのはそんなツイッターをやるのはもう大反対をしててですね、お子さんは小学生らしいんですが、小学生のお子さんにも時々韓国について話すと、お母さんそれはなんか差別やねとか言われて、すごく寂しい思いをすると。でだからみんなが寝静まった時間に、そういう活動をするということを言っておられてですね、すごくなんか、どこにでもいる方がそういう担い手になる可能性があるっていうのがすごく衝撃でした。今日の話とつなげて言えばですね、やはりヘイトスピーチとか、ヘイトクライムのもう源泉っていうのは自分たちが被害者だっていうかですね、やっぱり被害者という気持ちが強くあって、それでさらにやらなければやり返されるっていうことがですね、非常にその強い原動力と、なっているなっていうのが思って、そこが非常に共通点だと思いました。今、これもよく言われることであるんですけど、この日本の場合ヘイトスピーチの担い手とですね、同時に、その在日コリアンとか、その民族的なマイノリティの人たちへの攻撃をするとともにですね、朝日新聞とかあるいは毎日新聞への攻撃も同時にやっています。それは理由として考えられるのはですね、朝日新聞も毎日新聞も
まあ、90年代とかですね、まあ、割とそのまあ、差別はまあ絶対いけないと、で、あの戦争はやっぱ間違ってたと、そういうところをまあ強調してきてですね、まあ、それがまあ日本では正しいという主流の考えになっていたと思うんですが、そこへのなんか逆の反動というかですね、そうじゃないと、で自分たちこそなんか被害者なのにそういう価値観を押し付けられていると、まあ、そういったことで、まあ、自分たちが、まあ、騙されてたんだということでですね、今なんか攻撃を、しているという、状態にあるのかなと、まあまあ、この、実際に私が取材した人との、対話の中で、感じたことです。まあ、ここを、どうしていくかということと、もう一つちょっと今日は触れられなかったですけど、今後日本の問題で言えば、やっぱこれを法規制すべきかどうかという、まあ、ちょっと具体的な議論とですね、あと何人か の方が今日おっしゃってましたけれども、まあ、ジェノサイド、まあ、小峰さんはジェノサイドイデオロギーで、まあ、佐伯さんについては排外主義、まあ、これは本当定義付けが難しいって、どこからどこまでが問題とするのかとかですね、それは、まあ、政治的背景とも関わりがあるところでっていうところですね、そこの、線引きというのもやっぱり日本でも議論をしないといけないし、やっぱり今は表現の自由ということでもう終わってしまっている問題というのを考えていかないといけないなと、まあ、これは自分の課題としても思うところです。じゃあどうも失礼します。武田さん、どうもありがとうございました。取材対象であったまあ、いわゆるヘイトツイッターをしている人を、まあ、取材した体験から、まあ、普通の人であるということを感じたということ、それから被害者意識を非常に持っておられる人が強いということ、それから、まあ、朝日毎日もまあターゲットになって、いる中でですね、まあ、我々今日この場で、まあ、の議論をしたいと思いますけれども、まあ、ジャーナリズムの、役割、それから、それから、法規制の問題ですね、これも大事な問題ですね、すいません、ヘイトスピーチを法規制している国がある、それから表現の自由との関わりで、それは法規制すべきでないという国がある、その議論が今始まったところですけれども、その、とうとう我々の社会の中でいろんな課題があるという話をいただきました。どうもありがとうございました。はい、それではただいまから総合討論に入りたいと思います。ご報告者の皆様、コメンテーターの皆様、壇上の方にお上がりください。
早速ですけれども、まず会場の方からいただいた質問というものをもとに、いくつかご報告者の方に応答していただければというふうに思います。会場からのご質問をご紹介します。まず、小峰さんに対してなんですけれども、ベルギーが、その宗主国だったということがその、紛争を悪化させる原因になっていたのではないかということで、そのベルギーが多言語多民族社会であったということが、何か影響があったのですかというご質問がありました。これはその、ルワンダを統治していたベルギーがもともと多民族多言語社会であって十分な経験を持っていたということが、そのどのようにその原因を作ったのか、それは悪い影響があったのか、それともそのどういったところに原因があったのかという質問であったように思います。それから、もう一つ、次に、坂本さんへの、ご質問です。これは、朝日新聞の三木さんからの質問なんですけれども、クルド独立はありえますかというご質問です。で、この方は実際にクルドで人々のお話を聞いたというご経験を踏まえてなんですけれども、現地の人たちがクルド国独立の夢というのを語っていると、でこのことをどう思うかということです。それから、もう一つ、次に佐伯さんへのご質問です。金さんという方からのご質問で、今日の話でアチェの中にいる、人たち の, その対立の状況というのはよく分かったのですけれども、もう一度そこでアチェの人々とそのインドネシアの他の地域の人々の関係というのも、重要なのではないかと思うので、そのことについて教えてほしいということでして、アチェの、例えばそのアチェのパンク狩りの話がありましたが、その時に同時にアチェの外ジャカルタのパンクの人たちが、その抗議をしたという活動がある。だからその、外に排外主義的であるという側面がある一方で、外の人たちの役割っていうのもあるのではないかというご質問ではないかと思います。でここから先は、はい、はい、それから、米村さんにもいくつか質問来てます。阪大の、三井さんからですね、日中のこのような対立の中でですね、記者というのがよくも悪しくも当事者あるいはそれに近い存在になっていくという危険性がある中で、どうやって客観的に見るように努力をなされているのかっていう、それから、中国のでも中国反日デモがご紹介されましたけれども、日本人、日本に対するヘイトスピーチというのは中国でありますかというご質問ですね。それから、日中、関係を良くしていく上で、日本のメディアに何ができると思いますか。報道上、報道する上で配慮されていることはあれば教えてください。そういう質問が。まずこれらの質問に対して2、3分ぐらいで短くまず報告者の方から応答をお願いできますか。ありがとうございます。ご質問、ベルギーが宗主国だったから、それはベルギーが多言語多民族社会だったからとかそういう話でしたか。まずこういう視点でも先行研究とかはちょっと私は見たことがなくてですね、もし多言語多民族社会で、うまくいってんだったらそのようにうまく統治すると思うんですが、むしろ民族というものがルワンダは概念が曖昧だったわけですね。土とか仏というものも、それをあえてその区分してしまった、そっちの方に意図があったと思います。つまり、明確に区分、土と仏を区分して、そのいろんな権利などの側面で格差を作れば、つまり下々は争うわけですよね、いがみや。そつまりそのみんなが団結してベルギー宗主国を突き上げるということはなくなるということで、それは当時の帝国主義時代の植民地の統治の手法としては、よく見られた現象だそうで、むしろその、ね、統治しやすさから ああいうような措置をしたんだというふうに言えると思います。
のあれですね、その民族別の統治とか民族の違いっていうのを公の場所で話すこと自体が問題だったというよりは、その民族の違いというのを強調することの背後にある目的が何であったのかということによって結果が違ってくるというようなお話というふうに伺えばよろしいでしょうか。あ、はい、そうですね。で、そので民族のことをあまり口にしなくなったのもジェノサイド以降の話でして、それまではまあ、フツデルとか父とかまあいたわけですけれども、そういうあの民族をタブー視するのは戦後の話になります。ありがとうございました。では続けて坂本さんお願いいたします。はい、質問はクルディスタンの独立はあり得るのかという、ご質問ですが、クルディスタンというそのトルコ、イラク、イラン、シリアにまたがるクルディスタンの独立があるかどうかというと、まあ、近い将来はないですと思います。ただイラク、クルディスタンですね、イラク北部にいるクルド人と700万から800万人の人口はいるんですが、これが独立する可能性はあります。それも遠い将来ではなくて非常に近い将来に独立する可能性は今あるというか高いですね。で、クルド人とよく言われがよ、よく言われる冗談交じりに言われる話があるんですが、独立のためなら悪魔とでも手を結ぶっていう言い方を彼らはするんですね。つまり国を持てなかったからこそ世界に裏切られ、自分たちが危機に陥っても誰も助けてくれない、自分たちが虐殺にさらされても誰も介入してくれないということを歴史の中で身をもって知っているんですね。だからこそ、まず悪魔と手を結んだとしても独立さえ勝ち取ってしまえば、悪魔と手を結んだことが良かったのか悪かったのかは後で考えればいい。だけども手を結ばないことで自分たちが虐殺されてしまったら、その民族はもうその瞬間に終わってしまうということを一番認識しているんですね。で、今イラクで、そのイスラム国という過激な武装組織がモスクを制圧して、大変なことになって国家分裂危機になっているという状況なんですが、実は自分の経験で判断しているんですけども、クルド人はある程度これ武装勢力をわざとではないですけども意図して招き入れたんではないかと。マリキ政権というそのイラクでクルド人がだいぶ対立してたのを追い出す、影響力を自分たちの地域から排除するために武装勢力をわざと招き入れて、自分たち のスンニ派エリアのところに招き入れて、それでキルクークという場所を奪い取ってしまう。武装勢力がイスラム国という武装勢力がキルクークに入ってきたことを思ってイラク政府軍は一気に逃げ出しました。逃げ出したことを思ってそのチャンスだと言ってクルド人が油田を制圧したんですね。ですからクルド人はテロリストであると彼らは敵だと言うんですけども、実はテロリストの動きまでも利用してたんじゃないかというふうに、感じています。ですから独立はあり得るだろうし、イスラエルはいち早く独立承認するという声明をもうすでに出しています。で実質上の独立国みたいな形でイラクの場合はなってるので、早ければ今年中に、まあ、住民投票を得て、何年か以内に独立するかもしれません。ただそのクルド全体でいうと一番大きな人口が抱えているトルコっていうのは同じクルドでも方言が違うんですね。で私が覚えたクルド語っていうのはトルコで喋られているクルド語なんですね。イラクに行ってそのまま喋っても結構通用しないですね、地域によっては。ところがシリアで喋ってるクルド語っていうのはトルコと同じなんで、僕初めてシリアに行ってクルド語喋った時驚いたんですけど、通じるんです、全然問題なく。田舎のどんな偏僻な村行ってもクルド人の村行ったら通じるんですね。ですからその分布図と方言のバランスと政治的影響力っていうのは微妙に変わってくるし、中東ですから突然その戦国時代みたいなもんですからバランスが崩れた時にどうなるかわからないっていうパワーバランスの中で、あるので、まあ、クルドスタン全体がすぐ独立するかどうかっていうのは、まあ、4つの地域にまたがってます。中東で一番ややこしい地域ですから近々ではないと思います。ただイラクは
非常に近い時期に独立する可能性が高いというふうに自分は見ています。クルド人のその排斥ということとクルド独立の夢っていうのは、まあ、卵が先か鶏が先かというのはなんかそういったところにも通じるかなと思うんですね。つまり独立は認めないっていう、その独立は認められない、クルド独立は認められないということと、だからクルド人を排斥する、でもクルド人が排斥されているからこそ独立したいという夢があるということがあると思うんですが、クルドが仮に独立したとして、そのいわゆるクルド人の問題というのは解決するんでしょうか。そのことについてはどんなふうな印象をお持ちですか。あのクルド人全体、それぞれの国のクルド置かれているクルド人の状況というのは全然違うんですね。イランの場合はあのクルド語を喋ること自体は別に問題ない。クルド人、自分がクルド人であることを表現してもあの路上で逮捕されることはなかったですけども、トルコの場合は長い間自分がクルド人って言っただけでもテロリストという形であの刑務所に入れられるような状況が続いてきました。最近はあのだいぶ変わりましたけども、あのですから、置かれた状況が違うので、あの彼らの持っている反発の仕方と戦いの仕方っていうのも違うんですね。だからどういう形で戦っているのか、独立をただただそれぞれみんなが独立をしたいというのは強い願望として持っています。はい、ありがとうございます。それでは佐伯さんお願いします。ありがとうございます。ご質問の意図をきちんと私が理解できているかちょっと不安ではあるんですけれども、そもそも、まあ、その前にインドネシア、今ルワンダでは民族の問題というか民族の違いがタブーになっているというお話があったんですけれども、インドネシアはやはり最初そのインドネシア共和国という国ができた時点で、まあ、非常にたくさんある250以上、まあ、主要にはある民族というものをよりはインドネシア民族という一つの民族にまとめるんだというところからおそらくスタートしたと思うんですね。でむしろでもそのことがその自分たちはアチェ人である、自分たちはジャワ人である、自分たちはスンダ人であると、まあ、様々な民族がいる人たちが、まあ、一つの民族なんですよということでまとめられてしまったところ、その不自然さが、そもそもインドネシアの様々な問題の出発点になっているのではないかなというふうな気もするんですが、アチェに関して言った時に、あの私いくつかインドネシアの、まあ、いろんな地域を、ま、あの訪問していますけれども、特にアチェというのは、まあ、民族があの単一性が強いというんでしょうかね。もちろんさっきも言ったようにガヨとか、もしくはジャワの方から移住してきた人とか、中国系の人とかってさまざまな民族がいるんですが、でもアチェ人がとにかく圧倒的に多い地域にいて、でその人たちはかなり、あのもちろんエリート層というかそこは違うんですけれども、一般のまあ村の人たちはインドネシアとはかなりも切り離されている、こうアチェ人以外友達がいないっていうような人たち多分すごくたくさんいると思うんですね。でそういった中で正直アチェとじゃあインドネシアの他の地域の人、他の地域のその民族とかどういう関係なのかって言った時に、別にどういう関係もないというか同じ国にいつつも結構無関係な気も実はしないでもないかなというところがあります。ただ、まあ、アチェの紛争中ですね、そのインドネシア政府に対して、まあ、抵抗しているような時代にアチェ以外の民族の人たちと会った時に、やはりアチェに対するイメージっていうのがあまり良くないなというようなことは感じてきました。でただ、まあ、その一方で、紛争中のその人権侵害とか、先ほどの西さんが挙げてくださったような例で、例えばパンクの青年が最近になって、まあ、逮捕されたような時にジャカルタのパンクの人たちが一緒にこうあの抵抗っていうのかな、反対抗議活動を行うとかっていうことが起きていて、それはでも別にインドネシアの他の地域の人だからっていうことではなくて、例えばパンクの問題に関して言えば世界中のパンクの人たちがインドネシアという国家の枠にも関係なく、世界中のパンクの人たちがアチェのパンクの逮捕されてしまった青年を支援しているので、特にあのインドネシアの他の民族とのこう連携というわけでもないのかなという気はします。すいません。だからあのちょっと
分かりづらいかもしれないんですが、アチの場合は、まあ、排外主義というか排内主義、まあ、内部分裂がこうどんどん進化していくというような状況なのかなと思いました。はい、ちょっと私の方からもお聞きしたいんですけどね、今日のテーマレイシズムということですけれども、まあ直訳すれば人種主義ですよね。ただ、大きなテーマとして、特定の集団とか、特定の民族とか人種とか、あるいは宗教とか、それからまあ性的な意識の持ち方とかっていう特定の集団をまあ排除する、はい、仲間に入れない、あるいは傷つけるっていう、まあ、そういうヘイト行動全般に対して、まあ、日本社会非常におかしなことになっているということを、まあ、大きなテーマとして今日話をしたいんですけれども、日本のね、現状を、まあ、いろんなところでいろんなヘイトが行われているのも当然見聞きされていると思いますけれども、アチェのその非常にまあ紛争までやって、その後自然災害もあって、それから極端な運動、アチェの中におけるですね、そういうそのパンクの話、まあ、一つの特定集団と言ってもいいですよね。でそのアチェを研究される現地ずっと行かれている立場から今のね日本のそのヘイトの状況というのはどういうふうに見えますか。このコメンテーターの方とかも挙げてくださった、そのヘイトをなくしていくためにっていうもんことで、相互理解を深める、もしくは和解していくみたいな動きとか、もう一つその被害者意識が増幅することでヘイトが生まれるんだっていうようなお話があったと思うんですね。でそれは私も一方で理解するんですけれども、一方でその例えばじゃあ自分自身がアチェに行って、いわゆる本当に被害者と私が思うような人たちに会った時に、その日本の場合は日本が被害者だと感じている、被害者意識を持っているっていうことの、その本当は多分加害者なんだけれども、その加害者が被害者意識を持つっていう問題でもちろん違うんですけれども、でも本当に加害者かどうかっていうのはその本人からすると多分自分たちは加害者だと思ってないわけですから、それを前提としてこう被害者意識っていうことで見た時に、アチェの例えばインドネシア国軍兵士によってレイプされたとか、拷問を受けたとか、殺されてしまう家族を殺されたとかいうような人たちが持っているその意識っていうのはやっぱり和平から10年経っても消えないわけですよね。でそういった人たちが絶対にやっぱりなんとかその人権侵害を追及してほしい、責任取ってほしいっていうふうに望む思いっていうのが仮にあって、でもそれをなんか、いやでも今ここであまりあなたたちが被害者意識を増幅させてこう徹底的に追及してしまうとやっぱり和解は進まない、相互理解も進まない、お互い違う立場にあるんだからっていうふうに仮に進んでしまったとしたらば、それはやっぱり被害者の立場に立った時にむしろ平和を促進しないと思うんですね。だから実際にすごく私自身も悩んでることなんですけれども、和解を進めようとする試み、そのさっきのルワンダもそうなんですけど、それがもしかしたら反対に和解を阻害してしまうかもしれない、平和を阻害してしまうかもしれないし、かといってじゃあ被害者意識とか責任追及ということを徹底的にやるとまた次の紛争が起きてしまうかもしれないし、でじゃあ一体どうすればいいのっていうのは多分紛争現場とかヘイトとかレイシズムとかの現場に関わられている方はみんなが悩んでいるところなんじゃないかなというふうに思います。すみません、先ほどの佐伯さんへ その会場からの質問に補足して、もう一つ私も伺いたいことがあるんですけれど、その和平の背景にもあった2004年 のインド洋津波以降にその、17万人が命を落としたっていうことで、インドネシアの他の地域から、ボランティアとして随分大勢の人たちがアチェに入って活動したっていうお話をよく聞きますけれども、そのあたりはその、アチェとそのインドネシアの他の地域の人たちの関係の改善っていう点ではどういうふうにご覧になってますか。
私自身が活動しているっていうか場所っていうのが、まあ、一番紛争が激しい地域だったところだったんですけれども、まあ、確かにインドネシアの他の地域からそれから国際的な支援というのが入ってきたんですが、ほとんどが、まあ、拒否されたかなっていう感じがあって、で、まあ、それはまあ一つはいろいろこう拒否される理由ってあるんですけれども、キリスト教の系の団体でキリスト教を布教しようとしたっていうふうに見なされて住民から追い払われた団体もありましたし、あとはそうですね、インドネシアの場合ですよね。それからあとはやっぱり住民との関係づくりがちゃんとできなかったって、ニーズをきちんと受け止めることができなくて別に欲しくもないものをこう配っていった、まあ、くれるっていうこともあったけどっていうような場合とかが多くて、残念ながら私自身はそのインドネシアの他の地域から来た支援団体とアチェの支援団体が、アチェのその津波の被災者たちがその後も5年10年経っていい関係築いてるっていうと例を、その継続してる例は聞いたことがありません。ありました。じゃあ次に米村さんお願いいたします。一つ目は、まあ、どう客観的な立場を保つのかというようなことだとご質問だったと思うんですけど、まあ、その客観性の定義が難しいとは思うんですが、きれいに客観的には立とうという意識は そこは最初からないですよね。やっぱり日本人で、日本の新聞に書いてるわけですから、日本人というポジションで、取材して、書くという意味では中国の言い分もその通り、日本の言い分もその通りみたいな書き方は、まあ、最初からしない。ただ、まあ、じゃあそういう中でじゃあ対立をどんどん煽るのかというと、書くのかというとやっぱそうではなくて、やっぱその十分にできたかどうか別として、やっぱり中国の中の多面性っていうのを、まあ、反日デモでこんなことを言ってるっていうことは報じつつもだけど、例えばインターネットの中で、それをたしなめる意見も中国側でいっぱい出ているわけですよね。で、まあ、その中国人で向こうのツイッターであるウェイボーをずっと見てる人なんかに言わせると、その反日デモを批判するようなコメントっていうのはなんか当局がどんどん消してるとかっていう話もあったりして、まあ、そういうような、だからまあ消してるからパッと出てこないけれども、実はそれなりに冷静な議論があるっていうような話はもっと、まあ、反省点としてももっとそういうところはその当時から書くべきだったのかなというのは思います。その後は少しそういうことが出てるんですけれど、あとやっぱりまあ日中関係でも、まあ、安全保障、外交、それから国民感情、いろんな分野があるので、どんどん多面的に掘り下げて取材していけばいくほど、もう少し冷静な見方ができるだろうというふうに、思います。で、まあ、その日中関係の被害感情、その、まあ、被害、その本当に、なんていうんですか、そういうアチェのようなところで、リアルな被害を受けたのと、やっぱりこう日中関係でわーっとやってる時の被害感情っていうのはちょっとフィクション性が入りますよね。だからそういうフィクション性のところをやっぱり煽るべきではないだろうなというふうに思います。それと、まあ、日本人に対するヘイトスピーチっていうところですけど、まあそれは、そこの尖閣っていうか釣り魚島を返せっていうのは政策の話ですけれど、で日本人は中国から出ていけって言ってたり、日本人を殺せとか言ってるのは、まああれはまあ客観的に見てヘイトスピーチの分に入るだろうなと思います。ただやっぱり実感としてちょっと日本国内で行われているのはとはちょっと違うのは、それはその在日に向けられているのと、僕らはお客さんですよね、やっぱ中国にいても。だその中国でまあ行ってでも僕はまあ3年以内ぐらいに帰るわけですよ。で一生ここでっていうのではないと、まあ、怒りは感じるんだけど、もうすごいダメージっていうのを受けないんですよね、激しくやってて。だからそこはやっぱり自国に住んでいる仲間に向けるという意味ではレベルが違うのかなというふうに思います。
それと、日中関係を良くする中で日本のメディアが何ができるかっていうことですけど、なかなか難しいなと思います。で、先ほども高さん の, やっぱり腐れる交流という話もあるんですけれど、それはいいとは思うんだけど、必要だと思うんですけど、13億人みんなと交流はなかなかできない。13億人みんな日本に来てもらうこともできないですよね。で、韓国、日韓関係だって韓国には5000万、日本は1億3000万ぐらいしかいなくて、毎年300万人ぐらい行ったり来たりしてても全然良くならないので、これは多分1000万2000万が日韓で行き来すればだいぶ変わるのかなと思うんですけれど、中国との関係でなかなか難しいのかなと思います。なので、まあ、とにかく一番大事なのは本当の危機に陥らないように、管理するということをまず第一の目標にして、そういう話をメッセージを出していきたいなと思ってます。で、やっぱりさっき、現場で反日デモの現場にいて、なんか怒りを感じたという話もしましたけど、まあ、正直胡錦涛さんにも怒りを感じますが、しましたが、多分あの時いた日本人は多くは、某都知事にもちょっと怒りを感じたと思うので、そういう意味でこうやっぱお互いにナショナリズムを煽るっていうことは無意味だというメッセージをいろんな形で出していくしかないのかなと思います。以上です。はい、じゃあちょっと追加で私の方から聞きたいんですけども、映像というか写真を見ていただいたように、2012年の尖閣問題を機にね、非常に激しい反日デモが繰り広げられたわけです。で、やっぱり知りたいのはちょっと最初の回の時の質問とダブるんですけども、当のやっぱり中国の人たちの、日本に対する意識、それは、自分たち中国経済が大きくなっていって非常に自信も持ってきただろうし、それが尖閣みたいな政治問題が起こってきたら反発感じるのはもちろんなんですけれども、当の中国、まあ、13億いるから一般化するのは難しいかもしれないけれども、最初に赴任された2010年と今2014年ですよね。で、その、僕はその日本と中国、あるいは日本と韓国 の, いろんなその今か政府間の関係良くないですけれども、それとともにやっぱりお互いに感情面でも非常に悪化していると思っているんですね。で、中国の党の人たち、党の中国人たちは今日本に対する、まあ、感情思いみたいなものっていうのをこの2010年以来何か変化っていうのは感じますか？ちょっと難しいですね。やっぱりだからさっきも2010年と12年で違ったというのは、その時の1ヶ月ぐらいの話なので、やっぱりわーっと煽られた時に、メディアで煽られた時にそういう感情になったっていうのは確実に言えるんですけれど、またすいません、だからやっぱり この話は多分きっちりとした世論調査の結果で見ないと、確かなことを言っても多分感じはこんなって言ってもあんまり意味がないのかなという。ただまあ実際言論 NPO とかの調査でも悪化しているのは事実ですよね。だからまあお互いに煽り合って悪化しているという、感情が悪化しているというのはあると思うんですけど、すいませんちょっとはっきりしたことが言えない。まあ、それからもう一つ、米村さん奥さんが韓国の方でですね、間にお子さんもいらっしゃって生活者として、まあ韓国にも暮らされた短く、それから今日本に暮らされているわけですよね。で、東京にいらっしゃる。で、そのヘイトスピーチが、東京でも派手にやってるわけですよね。ネットを見ればもう見るに聞くに耐えないようなことが書き込まれていると。で、さっきおっしゃった北京に至った時はまだ帰ると、生活者じゃないから。だけど今は家族と一緒にどれぐらいになるかわからないけど、ずっと暮らしていくわけですよね。で、また一つは、韓国人を家族に抱える身として、今のヘイトの状況どう見えるのか、それから、まあ、中国から帰ってこられた日本の状況をどう見えるのかということを、ちょっと一言言及いただければ。そうですね、やっぱり最初にヘイトのニュースをちょうどさっきおっしゃってましたけど、去年の3月ぐらいからの報道ですね。だから、まあ、あの時見てたのは
僕結構うちの妻にもお前はナショナリストだと指摘されるんですけど、結構そういうところがあるんで、とにかく日本が一番成熟していると。で、まあ、中国がやっぱりこういうところがまだまだだというふうに思っていたらば、まあ、日本でもこんなことがどんどん広がっていたっていうのがすごい、まあ、一番の衝撃だったんですが、あまり家族の話になるとですね、かなり個別のところになるので、まあ、心の中のことをバッと言えば、まあ、この社会を良くするよりも家族を守ろうとは思っています。そっちを優先しようと思ってるんですけれど、つまりもう本当に悪くなったら、まあ、うちの家族は家族だけアメリカでもどっかでもやるしかないと思ってるんですが、ただそこまではならないだろうなと。戻ってきて1年いや、なんかね、やっぱ中国から中国でそうなってるって言って戻ってきてくるときは失敗してたんですけど、まあ、戻ってみると、まあ、別にちゃんとそれに反発する人たちも相当な数がいるし、まあ、そういう人たちも可視化される一方、仲間も可視化されているということもあるので、まあ、そういうところで連携していけばいいのかなと思っています。それでは、このあたりからその今日の冒頭の趣旨説明で出された2つの問いというのを考えながら、その全体の話というのを進めていければと思います。最初のところで出た2つの問いというのは、1つはその、レイシズムに象徴されるようなその暴力の、そのが極端な形で現れる状況っていうのに向かっているとするならば、でもそれはどこかでその戻ることができるところに今いるのではないか、あるいはそれぞれ の, その事例をお持ちの方々についてはその、どこの時点だったら戻れたのかということを考えてみることに意義があるのではないかという話だったと思います。でもう一つは、つまりそのもう一つはその誰を利するのか、その対立状況というのは結局誰を利するのかというふうに考えてみることで、何か解決の道を探れるのではということだったと思います。でそれと関連して今日の4つのご報告の一つ非常に特徴的だったと思いますのは、言葉というものに非常に注目したお話が多かったように思うということです。もちろんその暴力の現場、極端に言えばその家族や自分が危害を加えられるとか、生まれ育った土地を追われるとか、というようなその極端なその暴力の実際に現れるところの話もさることながら、その周辺でどんなその言葉というんですかね、説明のされ方がしていたのかということがご紹介されていたように思います。でそうだとするとその言葉の持つ力や影響力というのは実は非常にその私たちのその在り方というのを決めているということだと思います。でそれと関連して、会場からもご質問があったんですが、いくつかちょっと皆さんに共通の質問をさせていただければというふうに思います。一つは先ほど、会場から来た質問としましては、その市民主体 の, その市民レベルの取り組みというのはもっと評価できないかということでした。その対立 の, そのきっかけ自体は国レベルの政治的な闘争であったり、あるいは地域秩序 の, その変化であったりするわけですが、そこのところがどうしようもなかったとしても、市民レベルの動きというところで何かその解決の道はないのかということで、例えばその日本の例でいけば、ヘイトスピーチに対するその抗議という形で行われたそのパレードですとか、そのデモといったその反、ヘイトスピーチ、反レイシズムのポジティブデモンストレーションなんかがあったと。そういう、まあ平和的なその抗議活動というものにもっと意味があるんではないかというご意見や、それから市民レベルでその歴史教育ですね、歴史認識のところのその部分で何か工夫することはできないのか、それぞれの現場で何か歴史教育のところで、良い試みではないのかというようなご質問もありました。でそういうふうにその市民レベルで、またその暴力を用いずに行っている取り組みについて、何かそのご紹介できるものがあればご紹介いただければというふうに思います。でそれからそのそうですね、はい、すいません。そうしましたら、そこのことについて、それぞれのご報告者の方、それからコメンテーターの方も、ご意見を聞かせていただけますでしょうか。お願いします。じゃあ順番に小峰さんからお願いします。あ、じゃあその2点についてまとめていくのでいいですかね。手短に。手短に、はい、すみません。
はい、まあ、レイシズム、暴力に進むなら戻れるかそのもというところでしたけど、私もだから今日今回の発表のちょっと、ご依頼いただきまして、改めてですね、まあ、ルワンダでその土に対するヘイトが、じゃあどうやってそれがヘイトがどの段階で暴力に、直接的な暴力になったんだろうということを改めて考え直しまして、まあまあ、いろんな条件があると思うんですけど、私はあの大きく3つぐらいあるのかなと改めて思いました。で、1つが、組織化ですよね。一般大衆をその組織する、まあ、一人一人やらば なんとか人嫌だなとか思ってても、それがその集約するプロセスが ある必要なんだろうと、暴力化するための条件として、だからヘイトを煽って、例えば不満を煽って、お前に仕事がない、俺たちに仕事がないのは誰々人のせいだよとかいうふうにやってですね、うまく動員してそれをうまく束ねる仕掛けが必要なんだろう、それが一つ。あと二つ目は、まあ、ルワンダの中で武装化ですね。やはりその、まあ、銃とかが配給されたと、まあ、それは日本で同じようなことは、ね、そうそう難しいと思うんですけれども、本当になんか多分ね、まあ、暴走族が喧嘩するようななんか棍棒とかなんとかいろんなものでも十分武器になりますから、それを効率的に集めて配布するとかですね、そういったことが条件として必要なんだろうと。あと、まあ3つ目に思ったのはやっぱりお墨付きですね。ルワンダではだから国がその暴力を用いることも、まあ奨励だったり、あるいは黙認していたというところがあると思います。だからその積極的に、例えば今日本はその積極的に別にそんな誰々人を排斥しろということを国家の方をね、表向きだっては言ってませんけれども、でも逆にそのヘイトスピーチ、今回ね、人権委員会にいろいろ指摘されたような法制の不備みたいなものが、まあ、それがあるということは、それはもう黙認してるということは、まあ、消極的だけど状況にお墨付きを与えてるふうにも見れなくはないというふうに思います。ですからこういった条件が整った時、まあ、他にもいろいろあるかもしれません、条件があるかもしれませんが、そういう予兆が見えたとき、これはもうキー信号じゃないかというふうに、ルワンダの経験から考えました。で、あと誰を利するのかという話でしたけれども、まあ、多分、まあ、私は簡単に思うのはその、外敵が、ね、中国や韓国や北朝鮮を敵視すれば、やっぱり武装しなくちゃいけないよねって、やっぱじゃあ軍隊必要だよね、じゃあ憲法改正しなくちゃいけないよね、そういうような風にも、なんだなんかそんな風にも見えていますよね。北朝鮮をミサイル撃つから、やっぱり沖縄に基地は必要だよねとか、そういう風にうまい具合に使われているような気がします。つまり、政権によっても都合がいいのかな、という風な見方もできるのではないかなと思いました。はい、すいません、ちょっと長かった。お願いします。はい、私は、まあ、しばらくオランダに住んでいて、ドイツもしょっちゅう行き来をしていました。で、当時、まあ、東西ドイツが統一して、ネオナチ運動っていうのが台頭してきた時期です。で、その本当に すごいです。トルコ人移民を殺したりとか、ベトナム人の難民の収容所に火をつけて放火して焼き殺したりとか、そういうことが90年代前半から半ばにかけてもう相次いでました。で、今日本の状況を見ると、彼らは、まあ、ヘイトと言われることをやっている人たちは殺せ殺せということを言っています。で、それはそれで許せないですし、例えば在日なんか子供さんを持っている親御さんにすれば命の問題ですから、すごい深刻な問題だというふうには認識しています。だけどそのヘイトの人たちは例えば、ね、特定の名前を挙げるとすれば在特会の会長 の動画とか僕よく見るんですね、何を言っているのか。で、よく彼が言うのは、我々は殺す殺すと言ってるけど、まだ殺してないんだよと、左翼見なよと、何人仲間同じ仲間を殺してきたんだよというふうに言います。で、まあ、それはそれでその点に関しては事実なんですね。共に同志として戦ってきた仲間を反革命という名前のもとに内側で殺したりしてるんですから、
で、日本の場合はまだ殺す殺すと言って幸いなことにそういう事態には至っていないんですね。だからこそ戻れるというふうには思っています。で、これがもし何か思い詰めた過激な思想に走った人が、在日だコミュニティであったり中国人であったりをなんか、手をかけるという事態が起きればそれはすごい緊張が出てくるだろうし報復だってありうるかもしれない。だからこそ今なんていうんですかね、今起きている事態は悲しいですけどもまだ一つの救いがあるとすればそこにあるんじゃないかな、だからこそ戻れるんじゃないかなというふうに思っています。それから法整備の話も含めて言いますと、YouTube で有名なドイツ の, ネオナチと反カウンターですよね、行動の有名な動画があるんですね。でドイツの北部のビスマールっていうところで、2006年だったかな、アンチファーっていうか反ネオナチデモがありました。ビスマールネオナチで検索すると出てくると思うんですけども YouTube ネオナチの事務所とか拠点に向けて、若者たちのデモ隊がデモをかけるんですね。そしたら、中からネオナチのスキンヘッドの太った若いお兄ちゃんが金属バットを持って威嚇して出てくるんですね。だからデモ隊の警備をしていた警官が全員銃を抜いてネオナチに向けるんですね。で、日本だったらこういう事態はありえないです。まだ、つまり、こういうヘイトスピーチをやめさせるために条例であったり法整備でいわゆるドイツの戦う民主主義を参考にして日本もそうあるべきだという議論が、されています。有田芳生さんなんかそういう主張をされていますけども、ドイツの場合の戦う民主主義っていうのは一体どういうことかっていう、つまりそのデモ隊であっていきなり拳銃を抜いて相手に突きつけるという、日本ではまだ幸いにしてそういうことは起きてないですから、ドイツの場合も死人も出てるしお互いで何人も殺し合ってる、それよりもまだまだマシな状況だというふうに認識すれば、法整備をしてしまってね、言論を取り締まる権力力をその無制限なフリーなんてフリーハンドを権力の中に渡してしまうということは、いつかその、言論を取り締まる権限が自分たちのスピーチにいつの日か向けられる可能性が出てくるというふうに思ってます。じゃあその今ある激しいあんなにひどいスピーチをどうすればいいのかっていったら、それはもう教育現場であったりとかさまざまな方法があると思います。安易に法律で制定すれば問題を解決するんだというのはちょっと早急すぎるんじゃないかな、もっと議論をした上で慎重に、そしてできることは何なのかというのをアプローチをしていったんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい、今のことにずっと続けてちょっとお話をさせていただきたいんですが、さっきの短い時間だったのでいろんなことを省いてしまったんですけれども、まずアチェの事例で考えたときに、全般的に言えることはナショナリズムっていうのは多分抵抗する勢力である限りにおいては、往々にして正義であると思うんですけれども、ひとたび権力を取ったり、勝利してしまったりした後そこからは自分自身が次によりマイノリティを抑圧する側へと回っていってしまうという意味で、という問題があって、でその中そういった文脈の中で、アチェの場合は自由アチェ運動が権力を握り、次の今までは抵抗者だった人たちが今度は抑圧者の側へと回って暴力を行使するようになってしまった。でその時に私はある一人の自由アチェ運動のメンバーと長く話を、この何年間かしているんですけれども、そこですごくよく分かったことは、やっぱり動員、その自分自身がゲリラになるための動員のプロセスっていうのは当然あって、で、洗脳されるわけですよね。自分がここでそのゲリラに加わることは聖戦なんだ、正義の戦いであるという洗脳みたいなものがあって、
でそれがこう溶けていくプロセスっていうのを彼は今10年経って、まあ、かけて今そのプロセスを経ているんですが、そのプロセスはやっぱりすごく簡単ではないし、さらにいろんな立場の人たちと話をする中で初めて彼がこう気づいていったって、彼自身が自由やジェンドってものを相対化することができた、少し距離を置いてみることができるようになったんですね。まあ、10年かかっています。でそのことと合わせてちょっとふと思ったのは、実は去年私が大学で担当している授業に、今のところ名前が挙がった、いわゆる右翼行動する保守だと言われるその在徳会のデモに参加したという学生が受講していました。何を間違えて私のところに来ちゃったんだろうってずっと不思議だったんですが、彼と1年間ほぼ毎週1時間ぐらい授業が終わってから話をしました。彼はなんかまあ私にいろいろと訴えたいことがあって、でずっとそれを聞いて、基本的には否定はしないようにして、何を彼が言うかを聞いて、ほぼ1年付き合ったんですね。で随分やっぱり1年後に変わりました。まあ、いろんなプロセスあるんですが、でやっぱりその2人の人を見て、すごいプロセスは必要なんだろうなと、かなり大変だろうと思うんですが、でもやっぱり話し合うっていうことがきっと重要なんじゃないかなというふうには思って、それが私たちができることなのではないかなというふうに思っています。ありがとうございます。米村さん、お願いします。すみません、あんまり、パッとまとまった考え方がこの問題はないんですけれど、でまあ常々思っているのは、まあ確かにこういう問題が誰を利するのかというのも大事な問題なんですけれど、まあ、排外主義的にいくとか、常に自分を被害感情を膨らませて、まあ、よくある使う言葉、浄土具で日本が貶められているっていう言葉がよく使われますよね。で、まあ、そういう気持ちを抱えていくっていうことは相当不幸なんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、彼らそういう考えを持つっていうことがすごくその人自身、その集団自身にとって不幸なことなんだということが伝わっていくことが大事なのかなと。で逆裏を返すと、在日の友達もたくさんいますけれど、うちの我が家みたいな多文化の家庭っていうのもどんどん増えてますが、そうするとまあそういう人たちがすごく幸せに暮らすっていうことが、まあ、一番のカウンターだろうというふうに考えて、楽しく暮らそうと努力をしています。ありがとうございます。コメンテーターの方からもぜひご意見聞かせてください。キムさん、お願いします。世界のいろいろなお話を聞かせていただいて、そこには本当に紛争、戦争、さまざまなものがあった。それは血を流すっていうことですよね。でも、正しい戦争、紛争はないっていうふうに私は思っています。で、日本で今までなんとかその、1923年のそのジェノサイドといわれるような、朝鮮人、それから社会主義の人、あるいはローの人とか東北の人、そういう人たちが、殺されてしまったという、あれから以後、そして、第二次大戦から後、日本にはそういうことが起こらなかったっていうのは非常に稀有なことだった。で、今ここに多分いらっしゃる人たちはその稀有なことを享受してきた人たち。でもここで止めないと、この先の今5歳の子は25になった時に、今10歳の子は30になった時にどんな世界になるのかっていうことを考えると、今しか止める時はないっていうふうに思っています。で、高取の神田神父の言葉に、ゆるゆる多文化意図おかしっていうのがあるんですね。正義の味方とか、正しいこととか、
国を愛するとかっていうのはとても美しく聞こえるんですけれど、これが反対に先ほどのいろいろな話の中で逆に回転する、誰かを貶めるとか誰かを切り捨てるとか、その人が被害者意識を持つっていうのは、あの人が幸せそうに見えると自分は不幸せに見える、そしたら向こうの方は正義じゃないからっていう切り崩しの考えではないかなと思うんですね。でそういう新しい時代の新しい幸せの考え方とか平和の考え方っていうのを日本だからこそ今享受していた私たちが作っていくことができるんじゃないか。でそれにはこういう勉強会をする大変意識の高い方だけではなくって、一人一人もう本当に5歳の子だったらお話しすればわかるし、そこから大東亜戦争っていう言葉を出すような90いくつの方でもやっぱり分かっていただくために、いろいろな段階でのコミュニケーションが大変必要だと思います。で FMYY での一つ、高取コミュニティセンターの中でベトナム人がたくさんいます。この人たちは、ボートピープルでやってきた人たちで、彼らが言うには、自分が5歳の時、7歳になるまで大変な戦争があった、そういう時に5歳でも7歳でも死体を踏んででも、おじさんが死んでても踏んでても逃げることができた、今自分は日本に来てそういうことがないっていうのは大変幸せだ、どんなに地震が起ころうと誰かを踏みつけて逃げていくっていうような子供でないっていうのは幸せだっていうのを言っていました。それからまた先ほど2009年の京都の女性学校の話なんですけれども、あれからも1年生の子が6年生あるいは中学になるんですけれども、おもり会があって、そこの友達が言っていました、当時怒鳴り込んでいろいろ言われてきた時に毎日鉛筆を4本削っていくんですね、1年生でしたから4時間の授業だけど、もう1本ピンピンにとんからかしていくって、どうするのって言ったら、あの怖いおじさんが来たらこれで刺すって言って言った、これがやっぱり憎悪の増幅なんだなっていうのを主に会でいろいろ話をしていて、恨みじゃなくて憎しみじゃないことをやっていきたいって言っていました。それを世界からの考えとして日本から世界に発信していけばどうかなっていうのは思わせていただきました。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。本当に非常に難しいテーマでですね、どうやっていったらいいのかというのは非常に、何を答えてももうこれで解決できるというのは本当ないと思うんですが、日本で起こっている、現在 の、 そのデモとかを見る限り、例えばいろんな特徴があるうちの一つがですね、何かその標的というかそのテーマとなっているのが韓国であることが非常に多くてですね、これはさまざま分析されていることなのかもしれないんですが、やっぱり大元においてはその日韓関係とか日中関係をもう良くすることが、そういうデモをしらけるものにさせるということに、なると思います。そこが、できないから難しいわけなんですが、ただその今韓国との関係で毎日関係が良くないニュースがあって、それがもう燃料のような形になって。デモの参加者は横ばいと聞いてるんですが、ネットでの、この書き込みが盛り上がるというその悪循環が続いてるんですが、ここのちょっとエネルギーをなんとか別の方向に変えられないかと、ある方が言ってましたけど、日本を貶めている行為を続けているという、そういう主張があるんであればですね、韓国語を勉強してですね、もう直接例えば韓国でいろんなキャンペーンをやってる市民団体がいますけど、そこにもう直接韓国語で声明文とか送るとかですね、そういうそれでももっと悪化するのかもしれないですけど、
なんとなくそのうちで規制を上げて何もその互いに交流がないままになんかあのいまあその枠内で盛り上がってっていうそこのまあ非常に虚しいのとそこが何にも生まないところにあるっていうのをですねちょっと別の方向にできないかなっていうことが、ちょっとその思うところとですねでもう一つはもう本当にこれも難しい課題なんですけど歴史認識っていうのも非常に重要だと思うんですねそれはまあアジアとのどう付き合うどんな付き合い方を目指してですねどんなまあその中で歴史認識をもうあの継承していくかというところでやはりもう先の戦争でですねもう多大なまああの被害をまあ与えてしまったっていうことはもうこれはもう間違いないところでしてで今の若い世代でまあ取材をするとですねそういったことをなぜ自分たちが引き継がないといけないのかまあそれを気持ちは非常によくわかる反面そこの歴史っていうのはどういう歴史認識をどう持ち続けていくかをちょっとあのやらないとですね結局まあ他国からのいろんな指摘はまあ言いがかりだとで、まあ新聞にまあ この戦争についてとか、まあ、戦争体験者の証言があってもですねまあそれはもうそれ正面から受け止めるんじゃなくてそのまあ今新聞で多いのはもうこのなんか証拠を出せとか裏は取ったのかというそういうところからの反発でですねその方のメッセージを受け取ろうというよりは何かその偽じゃないかというところで反応が出てきてでまあそういった不信っていうのが本当にあらゆるところにまあそこはもうヘイトスピーチの原動力になっていると思うんですがそこの連鎖を断ち切るためにですねもう本当ちょっと私もまとめる力がなくてよく言えないんですが、まあ、そこのいろいろさまざまつながっている問題をもう地道にやっていくしかないと、まあ、今日改めて思いました。はい、ありがとうございます。あと時間が15分ほどしかないんですが、あの会場からもですね、意見をちょっと待ってね。会場からのご意見も聞きたいと思いますけれども、ちょっと話をもう一回ちょっと整理します。今日のテーマは、世界のいろんな事例から学ぼう、教訓を得ようと、我々の今生きている社会で、ヘイト、レイシズム、特定の属性を持つ人たちに対して非常に悲観ような状況が生まれていると、でそれが街頭に出てきている、公然化しているということですよね。でこれを 見過ごすことで将来いろんな、さらにひどい状況が生まれるかもしれない。でこれを、ちゃんと見据えようということで、海外地域の事例を、紹介していただきました。それともう一つ、あの今日は地域研究者とジャーナリスト の共同 の場として発表の機会を作りましたけれども、地域研究者にももっと頑張ってほしいし、各地でいろんな研究をされている方が各地の事例、特にこのレシズム激しく出ている地域は、この今日4名の方出ていただきましたけど、もっともたくさんあるわけですよね。それをやっぱり日本に当てはめると、日本のに還元するっていうことで、研究者も頑張ってほしいし、それからジャーナリズム、我々の側からするとですね、気をつけなきゃいけないことがいっぱいある。一つのどっかの報道が、応酬になる、日本で報じられたヘイト的な言論がですね、中国あるいは韓国に届いて反発を招く、その、応酬っていうのがもうすでにネット社会で非常にやっぱり、起こっているという現状があります。ジャーナリズムも非常にこう心してやらなきゃいけない時代が続いていると思います。それでは、あの壇上の方もこれから会場の方も、手を挙げていただいて、短く1分以内で、ご質問なりご意見なり、あればどうぞ挙手して、どうぞ。マイクはいりませんけどね、まあ一応は使います。
あなたがたまたま勤めてはるから朝日の人ですけど、毎日言っております。50年間世界5大陸に過ごしてきました。日本、大阪生まれの日本人ですけども、言っておきます。大都会でこれだけ15万人の住んでる大阪市、定住者ですよ、こんな街私世界で知りません。両方悪いです。外国人も日本人もここに来てある人たちも、例えば言います、明日安田、これは大阪市内です、調べてください、地名はね、中国人が集まるところ何百人あります。朝日毎日も何度も数年前書きました。地域の人と揉めたいうことで、安田、安の安い、高い安いの安の田んぼの田、そういうところに行って本当の中国人をこの大阪でどういう動きをして、どういうものを食べて何を買って帰ってるか、明日8時から10時過ぎまで行ってください。もしも本当に知りたかったら、それと手短に言います。3年前の国際民朝日のなぜ国慶節の10月1日に上海のキャッチバーのあの記事を4分の1で、中国の国慶節ですよ、10月1日はなぜ国際民に15年から20年上海の湧いたんである、あの一杯のビールが15万から10万、その記事を韓国の国慶施設になぜ朝日は書かないといけませんか。あなたにした原因はないです。でも言っておきます、私たちは、私もジャーナリストです、世界に本当に良心を持って書かんと、相手のことがあっても自分のこともあっても良識がいります。ありがとう。はい、他にありますか。はい、どうぞ、どんどん行きましょう。手短にお願いします。はい、米村さんと、武田さんにコメントに似たご質問なんですけども、僕自身は地域研究を研究しまして、その中でジャーナリズムについて、に関してお聞きしたいんですけども、やはり毎日新聞さんと朝日新聞さんで毎日何十万と発行部数があるので、その影響力が強い中で、その会社と自分の中の意見と その食い違いみたいな葛藤があると思うので、そこら辺をちょっと聞きたいんですけども、例えば米村さんであれば、その発表の冒頭部分で2010年に関してそのデモを発見できなかったと、でそれは運が悪かったというふうにおっしゃってましたけども、それは反日デモがなかったというのもある意味で現場の事実であって、そういう一面も報道することが、まあ大切だって、まあ、どういうことかというと、その2010年の時にその、反日デモがあったというの方を、それは一部であって、そこをこうスコープして、それで大きく伝えることによって、まあ、2012年のような、まあ、それいわゆる被害者意識の増幅ですよね、日本がやった、中国がやったみたいな感じで、それで日本12年のような国有化ということが起きてしまった、まあ、かなり長いスパンの原因ですけども、そういうことも考えられることもあるので、ちょっと手短にお願いします。あ、すいません、はい、そういうことを考えると、もしかしたら毎日デスクからデモを見つけてこいみたいなことがあったのかとか、ちょっと分かりました。まずそれに答えていただきますね、はい、ちょっと待ちます、はい、お答えできる範囲で、まあ、見つけようと思って行ったんですけれど、当然、見つけろっていう指示とかそういうものはないですね。で、まあ好きに書けばいいのは好きに書けばいいんですけど、まあ、どうしてもニュースっていうのはある程度、特に新聞は定型なので、まあその日にいくつかの場所が起きているわけですね。4箇所ぐらいで起きていると。自分が行ったところでは見つからなかった。で、そのことさらに自分が行ったところでは見つからなかったっていうことをニュースしてとして書くかっていうと、若干定型として難しい。まあだからコラムとかそういうことで後で救済することはできるんですけれど、まあその議論はもうその当時にもたくさんしたんですが、なかなかいい結論っていうのは出てないです。でもまあそこはおっしゃることはよくわかります。その なかったならなかったっていう話を書くべきだっていうのは一つの正論だと思います。ありがとうございます。あ、はい、いいですか。手短にします。はい、武田さんなんですけども、
ツイッターやられているということで、これは新しい多分現象だと思うんですよね。そのこの投稿は朝日新聞の、意見を代表するものではないという意味で、個人の意見を反映する場所ができると思うんですよね。そういう意味でちょっとお聞きしたいんですけども、例えばヘイトスピーチという表現自体がどうなのかというふうなこともあるんですよね。例えばヘイトスピーチなのかっていうと、かなりニュートラルにしてるわけじゃないですか。今回のレイシズムもそうですけど、ヘイトスピーチは憎悪表現ってすること自体にもまた意味があると思いますし、まあ、僕の、まあ、願いとしては朝日新聞の記事ではヘイトスピーチ、格好憎悪表現って併記するのが望ましいのではないかというふうに思いました。はい、はい、でちょっとすいません、他の方にも。すいません、まあ、本当に言葉の定義についてはちょっと難しい問題があるんですが、まあまあ、何かその言葉をちょっと一時的に仮置きして使っていかないと、なんか議論がちょっと成り立たないものがあってですね、それはもちろん議論の深まりの中でまた変えていくべきものかなと思います。ちょっと答えになっているかどうかわからないんですが。はい、他の方、はい、すみません、いいですか。マイクを持ってきました。先ほどですね、海外の事例に学ぶということがこの、シンポジウムの、前提であるとおっしゃられましたけれども、日本でもすでに先ほど、まあ、私のコメントシートなんかを紹介されてパレードなり、あるいは、まあヘイトの外線に対する即時抗議などといったことがかなり緻密な形で全国的に展開しているわけですけれども、日本におけるそういった事例というのは、先ほど、まあ坂本さんですかね、在読会会長の動画の話から、まあ、それに対する、カウンターコード、まあ、ドイツの事例を特に特化した形で紹介されましたけれども、どうもその日本で行われている積極的にこの間、まあ、去年の春先から行われていることに関して言及がなぜ回避されているのかというのが非常にちょっと釈然としない部分があるんですけど、ちょっとそこに踏み込んだ形で言及なり評価なりを聞かせていただけるとありがたいんですけども、いかがでしょうか。別に避けたわけじゃないですよ、全然。全然避けたわけではありません。そうですね。で、まあ、世界の事例に学ぶという前提ですけども、別に日本がそれに対して遅れてるとは私は考えないですし。いやいや、そういう趣旨のことではなくてね、殺し合いまでやる、それから、非常に多くの人が、まあ、言ったら、隣隣人だったのに別の場所で暮らさなきゃいけなくなったという激しい事例が、まあ、アジアの中にもある、アフリカにもあると、うん、で そこに至らない、そこに至るまでにはその地域の政治状況の変化であるとか、経済状況の変化であるとか、あるいは宗教上の対立がよそから持ち込まれるところであるとか、まあ、いろんな事例があるわけですよね、はい、でそこで我々は気をつけながら今の状況を拡大させない、増幅させないということはどうしたらいいのかということを考えようというのが趣旨ですから。でその中でに あなたがおっしゃるようにですね、日本の中でもいろんな、取り組みがなされているということを、僕はこの場で私の個人的な見解を言えば非常に肯定的な部分だと思いますね。もっとマスメディアもそういう、この間の中パレなんかも取り上げてもらえたらよかったなと思います。とりわけですね、私が先ほど坂本さんのご発言についてですね、まあ、ドイツにおいてその、まあ、カウンターないし、まあ、抗議者がピストルを出すような素振りを見せるということが、まあ、非常にかえってその諸刃の刃になるのではないかといったような趣旨だったと思いますけど、日本ではもう割とそこまで、まあ、至っていないということも、まあ、ご認識を示されましたけれども、非暴力を徹底するという形で、まあ、かなり緻密に展開されているということは再度強調しておきたいと思います。ありがとうございます。すみません、ピストルを出したのはカウンターの人たちじゃなくて、そこ警備をしてた警官が、ネオナチに向けて金属バットで威嚇しようとした時に全員が拳銃を抜いてネオナチに向けたんですよね。まあ、金属バットにしても、まあまあ、かなり直接的な、まあ、暴力の示唆だとは思いますけれども、でも日本ではそういうことはないですよね。そうですね、はい、まあ、でそのドイツで戦う民主主義っていうのはどういう構造のもとに成り立っているのか、ということを、まあ、分かってほしかったと。例えばドイツは憲法擁護庁っていうのがあって、この憲法を守るためにはその諜報機関とかすごいですよ。もうゲシュタポとは言わないですけども、公安機関なんか日本のレベルじゃないぐらいえぐいことをやりますから、それをね、ヘイト、まあ、ドイツでユダヤ人差別だったり移民差別をなくすために権力側にそこまでの法的権限、司法権限を与えて、安易に今与えてもいいんじゃないかということに流れるのは
慎重であったあるべきだというふうなのが私の趣旨です。はい、ちょっとすみません、他の方にもお願いします。ありがとうございます。はい、どうぞ。手短にお願いしますね。ヘイトするじゃないか、消し合うんですね。それは、日本人のほとんどはですね、日中、中国人に関しての観光です、親中であります、親韓であると思うんです。はい、ところがですね、これヘイトするを起こされたという原因はですね、私は思います。パク・クネ大統領はですね、リュウ・ミヤミ県に関してですね、言ったと、いう行動ですね、そういう感じで、だと思うんです。はい。で、20万人ものですね、制度例ですね、やったとか、これ非常に、これは、全く消しがない嘘ばっかり言ってるんですね。元は吉田誠二日本の作家が、からの嘘をから出たことでですね、朝日新聞さんがこうやって取り上げて、世界的に広まってしまったということではないんでしょうか。また中国のこの尖閣諸島問題でもですね、昔の中国地図を見直すればですね、中国の領土、じゃない、日本の領土になっておるんですけどね、そういう地図とか、地域がありますですね、中国政府は全部没収してしまうということで、嘘ばっかり言っています。また、南京大虐殺にしてもですね、毛沢東は言えなかったですね。それをですね、あとの江沢民が言ってですね、また、日中戦争の3500万人も、日本には、戦争に出て殺したと、国会議員と発表されましたですね。はい、ちょっと、終わりました。はい、習近平が、日本と韓国、いや、日本と中国、あるいは尖閣問題に対する、具体的な認識の議論の場では今日はありませんので、それはいろんな意見の方がいらっしゃっていいと思いますけれども、それはここまでさせていただきたいと思います。それでは最後の質問、あるいは意見、終わりの方、もう一方、男女の方に構いません。今日貴重な機会いただきありがとうございました。今日私はこの公開シンポジウムのタイトル自体がその世界はレイシズムとどう向き合ってきたのかということで、多分その今日ルワンダの話とインドネシアの話についてお二方のお話を聞きながら結構いろんなことを思いました。先ほど日本はこの問題については非常に成熟している社会ですし国家ですから、レイシズムに関する議論はもしかしたらアフリカにあるルワンダとか東南アジア の, 発展途上にあるさまざまな国で起きている紛争とかを考えると成熟した形での議論が行われるべきで、そういう社会であるというのがもう前提としてのシンポジウムなのかなと思って来ていたんですが、やっぱりルワンダの事例からもインドネシアの事例からも我々は学ぶべきことはあるのではないかなというふうに思いました。特に先ほど、佐伯先生から現地の方、活動していらっしゃる方と日本で今実際抱えていらっしゃったその学生とのお話の紹介があったかと思うんですが、やっぱりこう人間、こういったその紛争とかというのはもちろん政治的な背景だったりとか国家が抱えているさまざまな問題とか民族に関する問題とかというのが背景になってからのことではあるかと思うんですが、インドネシアでもルワンダでも結局その問題の根本的な解決というのは個人レベルで落とさないといけない部分がかなりあるというのが今日皆さんの発表と紹介から分かったところでもあります。特にルワンダに関しては、ガチャッチャーというその裁判の形式というのことについて紹介があったかと思うんですが、やっぱりそれもそれが必ずしもいいというふうには私は思ってはないんですが、一つその今まで従来西洋でいわゆる国際社会が求めていた正義の実現のやり方とその和解のためにはどういうふうにしていけばいいのかということの、一つの考えてみれば新しい挑戦でもあったかと思うんですね。評価が分かれるにしてもやっぱり個人のレベルでしっかり結局はその個人が自分が自分の意思じゃないところである意味呪縛に駆られているものを解かすためにはかなり時間がかかって、それには自分一人だけの努力でも非常に難しいところがあるということを今日もう一度考えたシンポジウムでした。すみません、ちょっと長くなりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。4時間にわたって長いお話お付き合いいただきましてありがとうございました。ですね、まず壇上の1,2,3,4,5,6,7 名の方に改めてお礼を申し上げたいと思います。お忙しい中、暑い中、
長い答弁にお付き合いいただきましてありがとうございました。それではちょっと総括の お話をちょっとさせていただきたいと思います。まず、地域研究者の立場から西さんから立ちましょうか。もうあまり時間もありませんので手短に申し上げます。今日のお話というのは、まあ、議論の発端であると思いますが、最も私が印象など深く思いましたのは、やはり言葉の力というのがとても大切なんだということでありました。あの4つの世界の現場のお話がありましたが、いずれもそれまでは口にしなかったような言葉というのを言ってもいいかなと思って言い出したところから、事態が大きく転換し始めていたように思います。同時にそれはその、今皆さん壇上にいらっしゃる方はいずれもその言葉の世界で仕事をされていらっしゃる、その新聞記事を書くというのもそうですし、研究論文を書くというのもそうですし、ラジオを通じていろいろなメッセージを伝えていくということもそうであると思います。そういうその伝える力が今こそ問われているのだということを感じるのと同時にですね、伝えようとする人たちの思いや意図というのを今度は読者あるいは受け取り手がどのように受け取って、それを自分の日々の生活の実践につなげていくのかという力も問われているというふうに思いました。今日は皆様お暑い中お集まりくださいましてありがとうございました。記者の端くれとしてちょっと最後に意見を述べさせていただきたいんですけども、私は今の、日本のですね、このヘイト憎悪行動が蔓延する状況に関して、非常に危うさを感じてます。対抗して、なんとかこれをなくそうとする活動も活発になってきましたけれども、非常に危ういところを感じているんですね。でその理由というのは、一つはやっぱり、他国の状況、とりわけ日本の場合ちょっとヨーロッパ先進国のそういう排外主義的な活動の状況と照らし合わせて参考になる部分が大いにあると思うんですけれども、ヨーロッパの中でよく大きな課題として語られるのがやっぱり移民排斥なんですね。で移民排斥の問題が出てくるとき、つまり出ていけと、もう来るなということと、今在日韓国人出ていけ、中国人出ていけということと、まあ、一つダブります。それから、被害者意識っていう話が今日キーワードとして何回か出てきましたけれども、被害者意識を今在特会はじめとする、憎悪行動やってる人たちの口からも盛んにやっぱり出てくるんですね。でとりわけ最近強調されているのが福祉、やっぱりただの理論なんですね。外国人が日本の福祉システムの中で儲けてるじゃないか、税金も払わずに、ただ乗りしてるじゃないか。これは数年前はそんなに目立つもんではなかったけれども、この1、2年の間非常に目立つ、この1年じゃない1年ですよね、非常に目立つようになってきたと。で我々は被害者なんだと、迷惑な存在、加害の存在の、韓国人、中国人、あるいは他の、移民で来ようとする人たちはもう出てくるものじゃないかという、そういう流れに向かいかねないようなちょっと意識を、社会の雰囲気を感じます。でそうした時にやっぱりジャーナリズムがですね、本来は、事実は事実としていろんな韓国政府のおかしなところ、中国政府のおかしなところがあれば、それを批判すればそれはいいと思うんですけれども、しかしながら伝えるときに気をつけなきゃいけない。火に油を注ぐような報道をやっぱりしてはいけない。ジャーナリズムはむしろじゃあそういう、ナショナリズムが燃え盛るときにやっぱ火消しにならなきゃいけないというふうに私は思います。でそういう意味で今日パネラーの方からコメンテーターの方のですね、お話から非常に多くのことを学ばせていただいたと思います。で今日ですね、初めて地域研究者の方と、それからジャーナリズムの、まあ、コラボという形で、各地の地域研究調査取材を持ち寄って何かやろうということを始めました。でこのレイシズムのお話どう考えるかっていう、こういうテーマはこれからも続けていきたいと思いますし、それからもっと多くのですねテーマを地域研究者の人たちと一緒にぜひ社会に還元するような形で、実現させていただきたいと思います。本も暑い中長いこと今日は本当にありがとうございました。司会の
お二人にまとめてはいただいたんですが、もう2分ほど、お付き合いいただいて、主催者を代表しまして大阪グローバルコラボレーションセンター、地域研究コンソーシアム運営委員長の宮原亮さんから閉会の辞です。よろしくお願いします。閉会しますじゃなくてそういうことです。もうなんか暑い中2回も言われたのでもう申し上げませんけれども、本日はまず、ここに来られて、来ていただいた皆様が作った雰囲気の中で、こういう良い、いろんなプレゼンテーションが出てきて、それからまたコメントも出てきて、いろいろ私も学ばせていただくことができました。どうもありがとうございました。で何か一言、皆さんもそうだと思うんですけれども、まとめてみたいっていうような衝動に駆られると思うんですね。私もそう、なんかこれをなんか今日聞いた話を一言で言うとどんな風になるのかなっていうような感じで、まとめたい衝動に駆られるんですけれども、ちょっと待てよというふうに思います。それは今日のお話を聞いていて一番重要なことは、複雑なことから考えてなかなか簡単に答えが出ない事柄をそのままその複雑なものとしてもっと考えてみようっていう、それがすごく重要なことなのではないかっていうことが皆さんの話からあるいはこの会場の雰囲気の中から感じることができました。でその複雑さというのはおそらくその一つにはこういったそのレイシズムを乗り越えるときに一つの手がかりになるかもしれない多様性であるとか、そういうものにつながっていくと思います。もう一つは今回異分野ですね、地域研究、海外の地域の事柄を研究している、専門家と、それからその、ジャーナリストと、もしかしたら時々その、利害が対立するかもしれない、そういう、立場の違う、異業種異分野の、こう違いをぶつけてみた。で他にもそうすることによっていろいろなその単純であるはずのものがどんどん複雑に見えてきて、複雑な見え方をすると、なんかよりいろんなことがもっと複雑に考えなきゃいけないんだなっていうようなことが分かってくるというようなことが今日、私個人としては感じることができました。それも全てこの おいでくださいました皆さんの、作っていただいた雰囲気の中で、議論ができたことだという結果だというふうに思っております。改めてどうもありがとうございました。じゃあこれで、本日の、会合を終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。この会場に約110名の方をおいでいただきました。ありがとうございます。皆様のお手元のアンケート、差し支えないようでしたらお答えいただきました受付の方でお渡しくださいませ。お忘れ物などないようにお帰りください。どうもありがとうございました。後ろで本の販売をさせていただいております。今日だけの割引特別価格なので、もしよろしければお手に取ってみてください。